初代ドワイ4のロイド・ジョージ伯爵、デイビッド・ロイド・ジョージは、イギリスの政治家、貴族。1890年に自由党庶民院議員として、政界入りする。1905年以降の自由党政権下で、急進派閣僚として、社会改良政策に尽くす。彼の指導により、イギリスに、老齢年金制度や健康保険制度、失業保険制度が導入された。 第一次世界大戦中の1916年12月に総辞職したアスキス首相に代わって首相に就任。強力な戦争指導体制と総力戦体制を構築してイギリスを勝利に導いた。パリ講和会議に出席するなど戦後処理も指導し、戦艦機のベルサイユ体制の構築に大きな役割を果たした。1921年には アイルランドの大英帝国事治療としての独立を認めた。1922年に大連立を組んでいた保守党の離反で総辞職に追い込まれた。首相退任後は自由党の没落もあって権力から遠ざかっていったが政治活動は衰えず、ケインズ主義経済政策を確立して公共事業の拡大を訴えた。また晩年には反独派から親独派に転じた。 1863年に、イングランド・マンチェスターに生まれる。父親は、マンチェスターの学校教員で弁護士でもあったが、幼くして、父を失い、ウェールズ・ラナスティム・ドゥイの母方の叔父のもとに身を寄せる。叔父は被告教徒のウェールズ愛国者で自由党を支持する、中産階級者だった。ロイド・ジョージもウェールズ民族主義の影響を受けて、国教会保守党、 大事主に対する反抗心を培って育った。小学校卒業後、1878年から弁護士事務所で所生として働く。1884年に弁護士資格を取得し、弁護士事務所を独立開業する。弱者のための弁護活動を多く行い、とりわけ国教会の墓地への被告京都の埋葬が拒否された事件における。 被告教徒の弁護活動で、ウェールズ民族主義者として名を馳せるようになる。1890年にカーナーボンバラ選挙区の補欠選挙に自由党候補として出馬し、庶民院議員に初当選する。議員生活初期の頃は自由党議員としてより、ウェールズ選出の議員として行動することが多く、ウェールズの協会を国協会から独立させることを盛んに訴えた。 また地主に打撃を与えることを目的に、禁酒運動にも取り組んだ。1899年には、老齢年金に関する、庶民院特別委員会の委員となり、老齢年金制度導入の提言を行ったが、同年に勃発した第二次防和戦争のため、実現しなかった。同戦争への反戦運動を主導し、それによって知名度を上げる。1902年には、 バルフォア教育法への反対運動を主導した。1905年12月にヘンリー・キャンベル・バナーマンを首相とする自由党政権が成立すると通商大臣として入閣した。1908年4月に首相がハーバート・ヘンリー・アスキスに代わると大倉大臣に転任する。1908年7月には老齢年金法制定を主導し70歳以上の 高齢者に年金を支給する無拠出労令年金制度を創出した。その財源確保のため自由帝国主義派閣僚が訴えていた海軍増強に反対した。社会保障費やドイツ帝国との県間競争によって増大した財政支出を補うため、1909年4月には所得税の累進化税制強化、相続税増額、 土地課税など富裕層から税金を取り立てる人民予算を議会に提出する。保守派や地主貴族から強い反発を招き、11月に貴族院で否決されたが、解散総選挙や議会法の法案提出を挟んで、1910年4月に成立させることに成功した。1911年には国民保険法の制定を主導し、これにより、 イギリスに健康保険制度と失業保険制度が創出された。1912年には、マルコニッシャが帝国無線通信網の建設を受注した件で、インサイダー取引を行ったという疑惑を受けて、政治生命を失いかけたが、なんとか乗り切った。第一次世界大戦が勃発した直後には参戦に反対していたが、間もなく参戦派に転じた。 反戦派最大の大物閣僚である彼の転向によってアスキス内閣は参戦を決定した。1915年5月に自由党、保守党の大連立によるアスキス挙国一致内閣が成立すると新設された軍需大臣に就任し、軍需産業への政府介入の強化に努めた。さらに1916年6月に敵対していた陸軍大臣。 キッチナー白尺元帥が死亡すると変わって、陸軍大臣に就任する。公転しない選挙区や軍部が、議会政治家の言うことを聞かない状況に焦燥し、優柔不断なアスキス首相を、戦争指導から遠ざけて、強力な戦争指導ができる政府を樹立する、必要性を痛感するようになった。1916年12月、保守党党首アンドルー・ボナーローの指示を得て、 自分を委員長とした少数閣僚による軍事委員会を作ることをアスキス首相に要求した。アスキスが応じないのを見ると辞職を表明した。保守党閣僚たちも辞職を表明したため、アスキス内閣は総辞職に追い込まれた。組閣の対面を受け、自由党、ロイド・ジョージ派と保守党に支えられたロイド・ジョージ内閣を組閣し、対戦後半戦を主導した。 総力戦体制を強化すべく、食糧省を新設して、食糧配給制に移行した。船舶省を新設して、商船の政府統制を強化し、商船を船団にして海軍に護衛させ、ドイツ海軍の無制限潜水艦作戦に対抗した。西部戦線の膠着状態を破るための残酷突破兵器として、戦車の開発も急がせた。また、 女性の15の活躍を認めて、戦時中の1918年2月に普通選挙と30歳以上の夫人に選挙権を付与する選挙法改正を行った。ロシア革命により、ロシアの政権を掌握したウラジーミル・レーニーに率いる、ボルシェビキ政権が1918年2月に、独断でドイツと交和して、戦争から離脱すると、アメリカや日本などとともに、 反祖干渉戦争を開始した。戦後には干渉戦争への関心をなくすも、反共主義者の陸軍大臣ウィンストン・チャーチルや、保守党からの強い要望で1919 19年秋までは、続行した。1920年のソビエトのポーランド侵攻でも、ポーランドを支援したが、ポーランド侵攻が失敗に終わった後の1921年には、世界に先駆けて、 ソビエトと通商条約を締結した。1918年11月にドイツ政府が連合国との休戦協定に応じたことで第一次世界大戦は終結した。戦勝気分の冷めぬうちにと12月にも解散総選挙を行った。政権派の候補にはロイド・ジョージと保守党党首ボナーロー連盟の推薦状が施行されたためクーポン選挙と呼ばれた。 選挙の結果は政権側の対象に終わった。1919年1月からパリで行われた講和会議に出席し、アメリカ大統領ウッドロー・ウィルソンやフランス首相ジョルジュク・レマンソーらと共に会議を主導してドイツに突きつける講和条件を決定した。6月にドイツ政府にこれを飲ませてベルサイユ条約を締結したことで戦艦機能。 ベルサイユ体制が構築された。オスマン帝国に対しては、セーブル条約を結ばせて、同国の支配していたアラブ地域を英仏で分割した。イギリスは、パレスチナとイラクを獲得した。これにより、大英帝国は、中東をかつてないほど、強力に支配することになった。アイルランド独立を目指すシンフェイン党に対しては、白色テロをもって厳しく弾圧したが、 融和的態度も示し、1921年10月には、シンフェイン党幹部と交渉して、アイルランドに、大英帝国自治領アイルランド自由国としての、独立を許した。欧州訪問中の皇太子、ヒロヒト新郎とロイド・ジョージ首相1921年10月の、ワシントン会議には、外相アーサー・バルホアを派遣したが、アメリカの圧力に屈する形で、 日英同盟を事実上破棄した。1922年8月から9月の茶なく危機には、トルコとの改戦も辞さない、強硬姿勢を貫いて、外交勝利を得たものの、再度の戦争を嫌がる、国内世論から批判を集めた。この事件は、ロイド・ジョージの、ワンマン政治に兼ねてから不満を抱いていた、保守党議員から離反されるきっかけとなり、10月19日には、 保守党社交会、カールトンクラブにおける保守党議員の投票で大連立解消の決議がなされた。ロイド・ジョージはこれ以上の政権運営不可能と判断して直ちに総辞職した。退任後、自由党が労働党の後人を排する第三党に没落していくことに危機感を抱き、自由党アスキス派との関係改善に乗り出した。 1923年12月の解散総選挙では、両派合同して選挙戦に臨んだものの、第3党の状態から抜け出すことはできなかった。1926年末に、アスキスが、政界引退すると変わって自由党党首となったが、旧アスキス派のロイド・ジョージ不信は根強く、これを機に、多くの自由党員が、自由党を離党したため、 自由党が再び大政党となるのは難しい情勢となった。ジョン・メーナード・ケインズをブレーンとするロイド・ジョージは1920年代末からイエローブックやオレンジブックを発行して公共事業による有効需要増加と雇用喪失を訴えるようになった。第二次世界大戦後に先進資本主義国で主流となるケインズ主義の先駆けであったが、 この段階では保守党からも労働党からも相手にされることはなかった。保守党に操られたラムゼー・マクドナルド挙国一致内閣に協力したがる自由党議員が多いことに失望して1931年に自由党党主職を辞した。以降は正解の一匹狼となったが引き続き公共事業拡大を訴え続けた。1933年1月に ドイツで公共事業拡大による失業対策を訴えるナチ党が政権を掌握したことも好意的に見ており以降親ナチス派として行動した。もっともドイツが対外進出路線を強めるとネビル・チェンバレンの融和政策を批判するようになった。第二次世界大戦中の1940年5月に彼が庶民院で行った演説がチェンバレン失脚。 チャーチルの首相就任の一員となった。1944年末にドアイ・フォーのロイド・ジョージ伯爵に除されるも1945年3月26日には死去した。ロイド・ジョージが育ったウェールズ・ラナスティム・ドゥイにあるロイド・ジョージ博物館1863年1月17日にイングランド・マンチェスターに生まれる。父は教師ウィリアム・ジョージ。母はその妻で、 ウェールズ・ラナスティム・ドゥイ出身のエリザベス。姉に、メアリーがおり、後に、弟・ウィリアムが生まれる。父・ウィリアムは1864年に教職を退き、ウェールズ・ハバーフォード・ウェストに小規模な農場を購入して、一家で、そこへ移住したが、同年のうちに、肺炎で死去している。路頭に迷った母・エリザベスは三人の子らを連れて、ラナスティム・ドゥイで靴屋を営む兄。 リチャード・ロイドの元に身を寄せた。後年ロイド・ジョージは貧しい家庭で育ったかのように語っていたが、実際にはロイド家は割と恵まれた中産階級の家庭だったようである。叔父は道徳心ある被告教徒であり、ウェールズ愛国者だった。叔父は地主の不況を買うことを恐れず自由投資時を公言したので、叔父の店は村に置ける。 自由党の選挙活動の非公式本部として使われることもあったという。1865年に被告協会のキリストの弟子派の洗礼を受けた。1869年にラナスティム・ドゥイにある国協会が管理する国民学校の小学校に入学した。成績は優秀だったが、国協会信仰を押し付けられることには強く反発する学生だったという。 国教会の礼拝に参加させられそうになると、他の反国教会派の学生と共に礼拝から抜け出したという。子供の頃の愛読書は、ビクトル・ユーゴーのレ・ミゼラブルであったと言い,い、弱者に対する共感をこの著作から培ったという。また、地主から土地を追われた小作人の子供たちが小学校から去らねばならなく、なる光景をしばしば目撃し、 地主への憎しみを募らせたという。子供の頃から大人を驚嘆させるほどの論客だったといい、子供たちの間でもリーダー的存在だったという。当時イギリスの子供たちは、不屈戦争の影響で、よく戦争ごっこして遊んだが、その遊びで、ロイド・ジョージはいつも指揮官役だったという。村は、牧歌的そのもので、ロイド・ジョージもよく野や山を駆け回って遊んだが、 そこでも、軍隊を編成しては、王子主の果樹園から好みを盗むなどしたという。ロイド・ジョージがマーガレットと結婚式を挙げたクリクキ・エスのチャペル。15歳の時の1878年7月、近隣のポートマドックにある弁護士事務所、ブリーズ・ジョーンズ・カソンで、所生として働くようになった。ここの所長である、ブリーズ夫妻は、 ロイド・ジョージを我が子のように可愛がってくれたと言い,い、ロイド・ジョージはその行為を無駄にすることなく、仕事しながら法学書を読みあさったという。勉学の合間を縫って政治活動にも積極的に参加し、農民運動や禁酒運動に携わった。また、地元新聞に政治論文を投稿し続け、1880年11月には、 保守党貴族院院内総務ソールズベリー公爵の演説を批判した彼の論文が初めて新聞に掲載された。自由党の運動員としての活動も1880年から開始した。1882年6月の日記を見る限り、この時期彼は軍隊に入隊していたようである。1884年に弁護士試験に合格して、 弁護士資格を取得し、クリックキエスで弁護士事務所を開業した。1887年には、弟ウィリアムも弁護士資格を獲得し、二人で弁護士事務所を運営するようになった。独立弁護士となった後も、政治活動に熱心だった。ウェールズ古作農に働きかけて、カーナーボンシャー農民組合を結成させることに、 貢献し、後にはその書記長を務めた。またトマス・ジーの10分の1教区税反対運動にも参加した。さらに、中央政界の自由党新旧新派、ジョゼフ・チェンバレンの影響を受けて、都市の労働者階級にも社会改良政策による保護が必要と考えるようになったという。弁護士としての仕事も弱者のためのものが多く、治安判事に徹底的に反抗した。 地元の国教会がオズボーン・モーガン埋葬法に違反して土地の寄進者との契約を盾に被告教徒のメソディスト式埋葬を拒否した事件で被告教徒の弁護を行ったことでウェールズ民族主義の英雄として名を馳せるようになった。1888年1月24日にはクリク・キエスの名士リチャード・オーエンの娘マーガレットと結婚している。 1880年代後半には、ウェールズの急進的政治活動家として、著名になっていたロイド・ジョージは1888年夏にも、カーナーボンバラ選挙区の自由党候補者に選ばれた。また1889年には創設されたばかりの、カーナーボン衆議会の参事会員にも選出されている。1890年4月にカーナーボンバラ選挙区で、補欠選挙があり、 保守党候補である、王子主、ヒューエリス・ナニーと議席を争った。選挙戦で、ロイド・ジョージは、ソールズベリー公爵内閣アイルランド担当大臣、アーサー・バルフォアが主導する、アイルランド弾圧政治を批判し、自由党党首、ウィリアム・グラッドストンのアイルランド自治の方針に賛意を、示した。そして、ウェールズも、宗教の自由のため立ち上がる必要があることを、訴えた。また、 ウェールズの土地制度や、労働法の不公平さを批判し、土地上と土地税、土地借用の負担を軽減することを公約した。さらに禁酒や地方自治強化の方針も示した。そして、マルタ小屋で育った人間の夜明けがついに始まったことを、トーリーは未だに悟っていないと宣言した。しかし当時の自由党は、分裂状態であり、加えて、 ロイド・ジョージ自身も選挙区の自由党組織にあまり気を使わなかったので苦しい選挙戦を強いられた。ウェールズ民族主義の公用に後押しされて18票差という金差で保守党候補を破って初当選を果たしたものの、この時の苦戦の反省で、ロイド・ジョージは地元選挙区に気を配るようになり、以来55年にわたって、この選挙区から当選し続けることができた。 1890年に4月17日に、庶民に初登院した。6月13日の書状演説では、ソールズベリー公爵内閣が推し進める店舗法を、種類販売業者を擁護する法案と批判し、この法案の提出者である保守党議員、ランドルフ・チャーチル教徒自由統一党議員、ジョゼフ・チェンバレンを求断した。ほとんどの新人議員は、 諸女演説では無難な演説をしておくものだが、ロイド・ジョージはその慣例を守らなかった。とりわけ当時時代の長寿だったチェンバレンを批判したことは、ロイド・ジョージの有名を轟かせるに十分な効果があった。マスコミからも絶賛され、ペルメル・ガゼット紙は、カーナーボンの審議員の諸女演説は、教坦に値する。彼の善とは注目するべきであろうと書いている。 ロイド・ジョージの初期の議員活動は自由党議員としてよりもウェールズの議員としてのものが目立つ。1891年の10分の1、教区前法案には強く反対し、自党の修正案にさえ反対票を投じている。1892年4月の牧師長会法案にも党首グラッドストンの意向に背いて反対した。ロイド・ジョージがこの法案に反対したのは、 国教会が浄化されてしまったら、ウェールズ国教会の腐敗ぶりを訴える主張に説得力がなくなり、ウェールズの宗教的独立が遅れてしまうと懸念してのことであったという。1892年6月末に解散総選挙で、地元選挙区に帰ったロイド・ジョージは、ウェールズ国教会に、ウェールズ国民の要求を受け入れさせようと訴えた。 7月8日の投票、10日の開票の結果、ロイド・ジョージは2154票を獲得し、保守党候補に196票差で勝利した。総選挙全体の結果も自由党の新勝となり、8月には自由党議員、ハーバート・ヘンリー・アスキスの提出した内閣不信任案が可決され、第2次ソールズベリー公爵内閣は総辞職し、 グラッドストンが4度目の組閣の対面を受けた。グラッドストンに睨まれるロイド・ジョージには何のポストも与えられず、しかもロイド・ジョージの名優だったトム・エリスが大倉省政務次官に任じられたので、ロイド・ジョージは議会内で孤立した格好となった。だが、ロイド・ジョージの活動が衰えることはなく、1893年には、ウェールズの教会を国教会から独立させる。 法案をめぐって、グラッドストン政権の手ぬるさを批判した。貴族院で否決されることが分かりきっている法案だったので、グラッドストン政権もこの法案に本気で取り組んでいなかったのである。ロイド・ジョージは、ウェールズ協会独立を訴える演説を、ウェールズ各地で行って、世論を喚起した。その結果、グラッドストンの後を受けて、首相、自由党党首となった。 ローズベリー伯爵も無視できなくなり、1895年には、内務大臣アスキスが再び、ウェールズ教会を国教会から外す、法案を提出した。ロイド・ジョージはこの法案の審議で、ウェールズ人民が腐敗した、国教会の支配のために被った損害を次々と、指摘し、また全保守党政権を批判して保守党庶民院、院内総務バルフォアと論争になったが、 これを論破した。一方で、法案の手ぬるさも批判し、しばしば、アスキス内省に対する妨害も言った。同年6月にローズベリー白爵内閣が、陸軍予算をめぐる問題でつまずいて、総辞職したため、ウェールズ協会独立法案も流産した。保守党党首ソールズベリー公爵が3度目の対面を受け、保守党、自由統一党連立政権が発足した。 同政権は、庶民人の過半数の議席を持っていないので、すぐにも、解散総選挙に打って出た。今回の総選挙は自由党に不利であり、ロイド・ジョージも落選を覚悟していたが、予想に反して彼は、安定して、再選を果たした。ただ全国的には、与党の勝利に終わった。1896年6月に与党が提出した、農業課税法について、 地主を優遇して、仮想民をますます貧しくする、法案と厳しく批判した。この時のロイド・ジョージの反対闘争は、与党議員の賛成多数で1週間の、党員停止処分を受けるほど激しいものであり、ウェールズの自由統計新聞から喝采を送られている。しかし、同年7月に自由党党首、ローズベリー伯爵が主催する。 万餐会に出席した際に、ロイド・ジョージが発表した、ウェールズ自治案に対する反応はかんばしくなく、これをきっかけに、ロイド・ジョージは、ウェールズ問題だけ掲げていても全イギリス国民の、支持は得られないと痛感するようになり、全イギリスの自由主義のために戦う必要があると、確信するようになったという。1899年5月には、老齢的確貧困者に関する、 庶民人特別委員会の委員となり、無許出の老齢年金制度を新設すべき旨の報告書を議会に提出した。ところが1899年10月より、第二次防和戦争が開始されたことで戦費の維持のために老齢年金制度は流産した。スピオンコップの戦いで戦死したイギリス兵の遺体を放り込んだ残酷。 ボア人の民家を焼き払うイギリス軍の衝突作戦。第三次ソールズベリー公爵内閣植民地大臣、ジョゼフ・チェンバレンの帝国主義政策をめぐって自由党は、帝国主義を支持する、ローズベリー伯爵や、アスキスラ自由帝国主義派と、帝国主義に批判的なウィリアム・バーノン・ハー・コートや、ヘンリー・キャンベル・バナマンら、小英国主義派に分裂していた。この分裂は、 第二次防ア戦争が始まると、さらに深刻化した。自由帝国主義派は、政府の戦争遂行を支持したが、党首キャンベル・バナマンらは、戦争が始まった以上、政府を支持するが、早期に講和を結ぶべしと主張した。一方、ロイド・ジョージはどちらにも属さず、親防アパと呼ばれる、反戦派の中心人物となった。 ロイド・ジョージは1899年10月29日の庶民院における演説で政府は無益な戦争を開始しそれによって老齢年金に使用されるべき財源も消費した南アフリカに在住している外国人は不平不満を述べているがこれはイギリス本国における生活の廃残者の不平よりも重大な問題ではないと訴えたこうした 反戦運動によって、ロイド・ジョージの名は、イギリス中に広く知られるようになったが、反戦派は少数派であり、地元ウェールズでも支持されているとは言い難かった。初戦のボア軍の奮戦で戦争が長期化の様相を、呈する中、1900年初頭に、反戦運動が一時的に盛り上がったが、2月になると、イギリス軍の反転攻勢があり、加えて、チェンバレン植民地層が、 民衆の帝国主義感情を喚起する演説を行ったことで反戦派への批判が高まった。ロイド・ジョージも4月にバンガーで反戦演説を行っていた際に戦争支持派の民衆から梱包で滅多打ちにされて意識不明の渋滞に陥っている。さらに5月にマフィケングで包囲されていたイギリス軍が救出されると 英国民の戦争抑散ムードが最高潮に達し、もはや反戦集会など開くことは一切できなくなった。6月にイギリス軍がトランスバール共和国首都プレトリアを占領すると戦勝ムードが広まった。保守党政権はこれを利用して9月にも解散総選挙を行った。この選挙でロイド・ジョージは政府はチェンバレンが株主になっている。 キノック社に優先的に海軍の爆発物の注文を出したと批判した。しかし、結局与党は野党に134議席という大差をつけて勝利した。この敗北で自由党の結束はますます乱れ、アスキスラ自由帝国主義派とロイド・ジョージラ・オヤボア派の溝が深まった。戦争はゲリラ戦と化して、その後も続き、ロイド・ジョージラ・オヤボア派は、 イギリス軍による焦土作戦を批判した。いつまでも終わりが見えない戦争に、イギリス国内でも沿線気分が高まっていった。また強制収容所で、ボア人に対して加えられた暴虐への批判も高まった。だがこれによって、ロイド・ジョージへの批判熱が収まったわけではなく、1901年12月に、ロイド・ジョージが、 シェンバレン植民地大臣の地元バーミンガムで演説会を開催した際には戦争支持派の民衆が暴動を起こすという事態に発展している。結局、この戦争は、ボア人側も沿線気分が高まったことで、1902年3月に休戦協定、5月に講和条約が結ばれ、ボア人が英国王エドワード7世の主権を受け入れて、 イギリスの統治に基準するということで集結した。ソールズベリー公爵内閣第一大倉教バルフォアは、1902年3月に、バルフォア教育法と呼ばれる教育法の法案を、議会に提出した。これは1870年に、グラッドストン自由党政権下で制定された、初等教育普及のための初等教育法案に続く、もので、 中等教育普及のために、衆議会がすべき支援を定めた法律であるが、同時に1870年の初等教育法で、定められていた、被告教徒が強い影響力を持つ、学務委員会を廃止して、新たな小学校監督機関として、地方教育庁を設置させるものでもあった。加えて、国教会とカトリックの学校には、地方税の一部を導入するという条文もあり、 全体的に被告京都に不利益な内容だった。被告京都の反発は激しく、とりわけウェールズで反対闘争が激化した。庶民人では、ロイド・ジョージが中心となって同法への反対運動が展開された。結局、この法案は可決されたものの、ロイド・ジョージの反対闘争によって審議は紛糾し、法案可決まで9ヶ月かかった。その間に、 某は戦争以来、昭英国主義派と自由帝国主義派に分裂していた、自由党はこの法案への反対運動を共通項に一つにまとまることができた。また、法案可決後に、ウェールズで行われた、被告教徒の学生の学校ボイコット運動の先頭に立つことになった。ロイド・ジョージ自身はこのボイコット運動にあまり乗り気で、なかったが、立場上、避けられなかったという。 この運動はあまり盛り上がらず、寄付金もさほど集まらなかったので継続は難しくなり、ロイド・ジョージの指導力にも疑問が呈されるようになった。しかし彼にとっては幸いなことに、世論の関心は、間もなく、関税問題に向かったので、この問題は、自然収束し、彼のウェールズでの権威に決定的な傷が入ることは、なかった。関税問題で保守党政権内の意見対立は、 深刻化し、首相バルフォアは保守党分裂を避けるため、1905年12月4日に総辞職した。これを受けて、国王エドワード7世は、同日中に自由党党首ヘンリー・キャンベル・バナマンに、組閣の対名を与えた。ロイド・ジョージは、同内閣に通称大臣として入閣した。当時43歳であり、閣内大臣では最も若年だった。また、 ウェールズ人として初入閣でもあった。2年強の通商大臣在職中に、ロイド・ジョージは3つの法律の制定を主導した。1906年には、生産調査法を制定して、産業統計を正確に行うことを目指した。ついで1907年には、パテント及びデザイン法の制定を主導し、自国産業の国際競争力強化に努めた。 さらに1908年には、ロンドン港の荷物運搬の効率化を目指して、ロンドン港法案の作成に当たったが、この法案の成立は、ロイド・ジョージの通称大臣退任後となった。しかし公約だった、ウェールズ被告強化法案は延期すると発表し、ウェールズで批判を集めた。ロイド・ジョージ大倉大臣1908年4月、病気で退任した。 キャンベル・バナマンに代わって、大倉大臣アスキスが組閣の対面を受け、アスキス内閣が成立した。空いた大倉大臣のポストには、ロイド・ジョージが就任した。また、ウィンストン・チャーチルが、ロイド・ジョージの公認の通称大臣に就任した。求進派として知られるこの二人の入閣で、改革機運は高まった。ロイド・ジョージが、 大倉大臣に就任した頃のイギリスの社会状況は厳しかった。1907年後半から不況が押し寄せ、1907年に3.7%だった失業率は、翌1908年には7.8%に跳ね上がっていた。こうした中で労働党の労働権の確立を訴える運動が盛り上がっていき、他方保守党の関税改革派も関税が 国民の仕事を守ると主張して、最高線をかけてきていた。自由党としては、伝統的支持層である、中産階級の支持を失わずに労働者階級に支持を拡大させて、立て直しを図りたいところであり、それが本来自由法人主義の立場である自由党が、社会政策を実施する背景となった。老齢年金法1908年5月に、 ロイド・ジョージは労働党が求めていた無居室の老齢年金制度の法案を庶民に提出した。これまで貧しい高齢者が無償で救済を受けるためには、給品法を利用するしかなく、その適用を受けるためには、監獄のような給品人に入らなければならなかったので、これは高齢者の生活保障の大改革だった。だが、野党保守党からは、 国民道徳の低下を招くという批判を受けた。これに対して、ロイド・ジョージは、軍の兵士たちには年金を与えるのに、産業の老兵たちは、貧苦の中で死なせるというのは非道であると反論した。またこの法案は、財源の裏付けがないと批判されたが、それについても、ロイド・ジョージは、軍事費を削減したので問題なしと反論した。老齢年金制度はすでに、 ドイツで運用されている制度だったが、ドイツでは挙出制だった。それを無挙出とする理由について、ロイド・ジョージは挙出制だと収入がない婦人が年金を受けられなくなるし、貧しい労働者はそんなものを挙出している余裕がないことを指摘した。加えて挙出制にすると、友愛組合や労働組合の保険制度と利害が衝突する恐れが高いことも指摘した。この法案は、 予算案の付属として出されたため、保守党が多数を握る、貴族員としても否決させるのは難しかった。またこの法案には労働党や、旧品法及び貧困の救済に関する、法律委員会が主張する、旧品法廃止と、労働権の確立の論議が、労働者層の支持を集める前に、先手を打つという保守的な意味もあったため、 1908年7月にも野党保守党の指示も得て可決されている。この老齢年金法によって1909年より70歳以上の高齢者で給与が一定の金額以下のものに年金が支給されるようになった。給品法の適用を受けることで、非給催民のレッテルを貼られるのを恐れていた低所得高齢者から非常に感謝されたと言われ、 同胞は長きにわたり、ロイド・ジョージというあだ名で呼ばれて親しまれた。海軍増強論争をめぐって、アスキス内閣の二大急進派閣僚、ロイド・ジョージとチャーチル・イギリスの国際的地位は1870年代以降、後発資本主義国の発展に押されて、低下の一途をたどっていた。後発資本主義国の中でもとりわけ、イギリスに急追していたのが、ドイツ帝国だった。 ドイツ資本主義の急速な発展を背景に、ドイツ皇帝ビルヘルム2世は1890年代後半から世界政策を掲げて海軍力を増強して帝国主義外交に乗り出し、世界中でイギリス資本主義を脅かすようになった。これに対抗したイギリスの海軍増強は保守党政権時代に開始されたが、キャンベル・バナマン内閣は保守党の海軍増強計画を 若干縮小し、海軍の肖像強を目指した。しかし1908年2月に、ドイツ帝国議会で、海軍報酬政法が可決し、ドイツ海軍は、毎年土球戦艦を3艦、巡洋艦を1艦ずつ転換して1917年までに、土球戦艦と大型巡洋艦合わせて58艦の保有を目指す、ことになった。これを受けて、イギリスでも、 野党保守党やイギリス海軍軍部を中心に海軍増強が叫ばれるようになった。こうした中で発足したアスキス内閣は発足後ただちに自由帝国主義派と急進派に分裂し海軍増強論争が起こった。海軍大臣レジナルド・マッケナや外務大臣エドワード・グレーラ自由帝国主義閣僚は最低でも土球戦火に艦、情勢次第では 最大六貫の玄関を主張した。これに対して、ロイド・ジョージや、チャーチルら急進派閣僚は、海軍増強より、社会保障の財源確保を優先させるべきと主張した。1908年8月に、ドイツの国民保険制度を視察するため報読した、ロイド・ジョージは、ドイツ内務大臣、テオバルト・フォン・ベートマン・ホルベークと会見したが、彼から、 イギリスは我々を包囲しようとしている、あらゆるプロイセン人は死ぬまで祖国を守ると釘を刺された上、姿勢でもドイツ国民の愛国心の紅葉ぶりを目撃することになった。これを警戒したロイド・ジョージは4巻の土球戦艦の、嫌韓を認めるに至り、格内対立は一時収束した。 しかし1909年1月から2月の閣議で、マっケな海軍大臣ら自由帝国主義派閣僚が6、官の嫌韓を要求し、4官の嫌韓に止めようとするロイド・ジョージや、チャーチルら急進派閣僚と、再び対立を深め、海軍増強論争が再燃した。ロイド・ジョージとチャーチルは、もし4官以上嫌韓するつもりなら、辞職するとアスキス首相を脅迫した。結局、 アスキス首相は1909年2月24日の閣議で設置案を取り、1909年の財政年度にまず、4冠、情勢次第で1910年には、さらに4冠の土球戦艦を献艦するとした。これにより、自由帝国主義派と旧進派の双方に、一定の満足を与え、この時も、閣内対立を収束させることができた。 人民予算1909年のパンチ氏の風刺が、人民予算が貴族院で否決された、蔡のアスキス内閣の悲しみを風刺している。飛び上がって喜ぶチャーチルを持ち上げる人物が、ロイド・ジョージ。大倉大臣、ロイド・ジョージは1909年4月に、貧困と悲惨を根絶するための戦争の戦費と称して、人民予算を議会に提出した。 この予算は、ドイツとの嫌韓競争や老齢年金などの社会、保障費によって、財政支出が膨大になったため、財政の均衡を図るために提出されたものだった。人民予算には、所得税率の引上げと累進課税制の強化、相続税の引上げ、そして土地課税制度導入が盛り込まれていた。この予算は、イギリス政界や世論を2分した。 ロイド・ジョージの片腕であるチャーチルが予算賛成同盟を結成したのに対抗して保守党のウォルター・ロングラは予算反対同盟を結成した。両組織とも激しい大衆取り込み動員を行った。一方ロイド・ジョージはロス・チャイルド卿が人民予算反対運動の黒幕とみて彼を激しく個人攻撃した。人民予算は 庶民員を通過したものの、貴族員からは、社会主義予算、赤の予算と徹底的な攻撃を受けた。とりわけ土地課税は、地主貴族たちを刺激し、土地の国有化を狙うものという批判が噴出した。自由党内のホイグ派も保守党と声を合わせるようになったため、結局土地課税については、ロイド・ジョージ自身が骨抜き修正している。 それにもかかわらず、人民予算は1909年11月に、庶民院の第三読会を通過した後、貴族院から激しい反発にあった。地主貴族たちはなおも土地の国有化につながる法案と信じていた。結局貴族院は11月30日に人民予算を賛成75、反対350という圧倒的大差で持って、否決した。これを受けて、 アスキス内閣は、人民予算の承認と貴族院の権限縮小を求めて12月3日に議会を解散し、総選挙に打って出た。ロイド・ジョージは、この解散を喜んで、貴族階級というのはチーズに似ている。古ければ古いほど高くつくと上機嫌に述べたという。この選挙戦は事実上ロイド・ジョージが指揮を取ったが、 彼は予定されていた選挙スローガンの一つ、ウェールズ国境界の配格を取り下げさせている。被告共と主義はもはや票にならないという判断だったという。論点は、人民予算と、貴族院権限縮小に集中させた。貴族院権限縮小の訴えには、国民は、ほとんど、無関心だったが、人民予算についてはイングランド北部工業地帯や、スコットランドで支持が広がった。 しかし保守党の海軍増強の訴えの方が、より幅広く支持を広げた。ロイド・ジョージは、イギリスの海軍力は、ドイツのそれをはるかに凌駕しているとして、海軍増強論に慎重姿勢を示したが、これは有権者からかなりの反発を招いた。そのため1910年1月に行われた、解散総選挙は接戦となり、自由とは275議席。 保守党は273議席、アイルランド国民党は82議席、労働党は40議席を獲得した。対象した前回選挙と比べると自由党は104議席を喪失した。この選挙結果により、アスキス内閣は海軍増強路線に舵を切るようになり、またロイド・ジョージら急進派閣僚も自由帝国主義化を強めていくことになる。 しかし自由党はアイルランド自治法案提出を公約に掲げていたのでアイルランド国民党から人民予算支持を取り付けることができまた労働党も人民予算を支持する立場を表明したそのため人民予算は1910年4月20日に再提出され庶民を可決後貴族院の権限縮小を盛り込んだ議会法案の議会に提出することで 貴族院を牽制しながら、貴族院を無投票で通過させることに成功した。4月28日に、国王エドワード7世の最下を得て成立した。議会法をめぐって、議会法案をめぐって自由党政権と保守党が、緊迫する中の1910年5月6日に、エドワード7世が崩御し、ジョージ5世が即位した。正解に、 新王をいきなり政治危機にさらしてはならないという優和ムードが広まり、両党の会合が持たれた。この際に、ロイド・ジョージは保守党に連立内閣を提唱したが、保守党議員には、ロイド・ジョージを求心派として疎むものが多く、また、アイルランド自治法案への反発も根強かったためうまくいかなかった。結局1910年11月までには、両党の交渉は、 決裂に終わった。この決裂で議会法制定を目指すことにしたアスキス首相はジョージ5世から総選挙を行って勝利した場合には貴族院改革法案に賛成する新貴族議員を大量に任命するという確約を得て11月26日にもこの年2度目の解散総選挙に打って出た。ロイド・ジョージの提案により自由党はこの選挙で 貴族が統治するか、民衆が統治するかを選挙スローガンに掲げることになった。国民は貴族院改革にはほとんど無関心だったのだが、貴族院改革はアイルランド自治法案可決につながるため、アイルランド自治派の有権者を引きつけることには成功した。12月の総選挙の結果は自由党272議席、保守党272議席、 アイルランド国民党84議席、労働党42議席と全会総選挙とほとんど変わらないものだった。しかし、アスキス内閣は1911年2月21日の審議会で自党と、優等アイルランド国民党が合わせて過半数を制したので貴族委員会革の国民のコンセンサスは得たと力説し、議会法案を再度議会に提出した。 法案は5月15日に、庶民人を通過し、5月23日に、貴族院へ送付されたが、貴族院は断固否決の姿勢を示した。7月にはこのままでは、法案可決は、難しい情勢となった。ロイド・ジョージは7月18日にもバルフォアや、保守党貴族院院内総務ランズダウン公爵と、会談し、王から新貴族任命の承諾を得ており、貴族院が、 議会法案を否決した場合、国王体験で法案に賛成する新貴族を任命することになるで、アローネを通達した。これを知ったバルフォアやランズダウン公爵はもはや抵抗不可能と判断にして、議会法を成立させるべきと考えたが、保守党内には政府の態度は脅迫に過ぎないとして、貴族院権限縮小に反対し続ける者が多かった。 貴族院保守党は分裂状態のまま8月10日の投票を迎え、一部保守党貴族院議員が賛成票を投じた結果、賛成131、反対114という僅差で議会法が可決成立した。国民保険法1911年のロイド・ジョージ。議会法可決後、ロイド・ジョージの主導で国民保険法が制定された。 この法律は二部構成になっており、第一部は疾病に備えた健康保険制度を定めており、賃金労働者の多くを加入対象としていた。負担割合は被保険者が週4ペンス、雇用主が週3ペンス、国家が週2ペンスとなっており、それをちゃんと収めていれば、疾病の場合には、男性被保険者には週10シリング、女性被保険者には 週7シリング6ペンスが有愛組合や労働組合から支給されるという内容である。ロイド・ジョージはこの法律で賃金労働者は4ペンス払って9ペンスもらえると豪語したが労働者にとって週4ペンスというのは決して安い額ではなかった。この健康保険制度はドイツ帝国最小ビスマルクが制定した疾病保険制度をモデルとしたものであった。 ロイド・ジョージは、ドイツの皇人を排する水準であってはならないのは、海軍力だけではないと力説し、ドイツを超える、疾病保険制度の導入の必要性を訴えた。ドイツの疾病保険制度と比べると、ドイツのものが国家主導なのに対して、イギリスのものは国家と民間団体の協力の上に成り立っている感があった。これは、権威主義と自由主義のお国柄の違いと、 考えられている。第二部は建設や造船関係の業種の労働者を対象とした失業保険制度を定めていた。非保険者と雇用主が週2と2分の1ペンスを負担し、国が1と3分の1ペンスを負担した。この国民保険法は福祉国家への第一歩を踏み出した法律であるが、その内容ははなはだ不十分であった。 国民保険の本格的整備は第二次世界大戦後を待つことになる。マルコニ事件1911年に描かれたロイド・ジョージの肖像が1911年の帝国会議で大英帝国各地に無線中継地を設置して帝国無線通信網を整備することが決議された。郵政大臣ハーバート・サミュエルは帝国防衛委員会の省委員会である。 帝国無線通信委員会の勧告に従って同年12月よりマルコニ社との交渉を開始した。翌1912年3月7日にマルコニ社はイギリス政府から帝国内の6カ所に無線中継地を建設する工事の仮注文を受けた旨を社法で発表した。さらに7月19日に正式な契約が交わされた。この契約で サミュエルと交渉していた、マルコニ社側の担当は常務取締役、ゴッドフリー・アイザックスだったが、彼は、ロイド・ジョージの側近である、法務総裁、ルーファス・アイザックスの弟だった。この関係のために、アイザックス兄弟とサミュエルの三人が結託して、ポール戦車の無線を不当に退けて、質の悪い、マルコニ社の無線を優遇して採用したという噂が、流れた。 またこの間、マルコニ社の株が上がり続けており、閣僚たちがインサイダー取引で儲けたという噂が広がり始めた。夏休み明けの1912年10月11日から、庶民院でマルコニ問題が取り上げられた。サミュエルは、契約が進められていた当時マルコニ社の無線が最も優れていたことを説得力ある主張で訴えた。 一方、インサイダー取引疑惑については、ルーファス・アイザックスから否定した。ロイド・ジョージ自身ははっきりとは否定せず、ルーファスに任せて引っ込んでいた。1913年2月、フランスのルマタン・がミがサミュエルとアイザックス兄弟のインサイダー取引疑惑を報じたが、これに対してルーファスは、事実無根として、同志を訴えた。裁判自体は、 ルマタン側が非を認めて争わなかったことで、ルーファスの勝訴に終わったが、この裁判の際にルーファスは、アメリカマルコニ社の株を所有していること、その一部をロイド・ジョージに売ったこと、しかしアメリカマルコニ社は、イギリスマルコニ社とは、全く無関係であること、またこの株について儲かるどころか損をしたことを、証言した。これは、 昨年10月11日の議会での発言と食い違っているように思われた。そのため庶民人のマルコに契約特別委員会は1913年3月から5月にかけてアイザックス兄弟やロイド・ジョージ、サミュエルらを承認関門した。承認関門でロイド・ジョージは陛下の政府とアメリカマルコ2社の間には アメリカマルコ2社の株価を上げるようないかなる契約も交渉もないのだから自分のアメリカマルコ2社への投資については何の問題もないと答弁した自由党議員が多数を占めるマルコに特別委員会は6月11日に委員会案を決議して庶民に送付したがその中でロイド・ジョージについてアメリカマルコ2社とイギリスマルコ2社の2社は 無関係であると信じての株購入であり、攻めを問う必要はない。ただ1912年10月11日の時点で、ちゃんと説明していたら、余計な誤解を受けずに済んだであろうとした。だが、野党保守党の委員ロバート・セシル卿は、この委員会案を認めず、大蔵大臣の株購入は投資ではなく、投機に当たる、アメリカマルコニー社は、間接的にだが、陛下の政府と、 イギリスマルコニ社が結んだ契約に利害関係を持っているという内容の独自の草案を作った。これを受けて保守党は6月18日にもアメリカマルコニ社の株を購入した閣僚の行動を遺憾とする決議案を庶民に提出した。事実上ロイド・ジョージとルーファス・アイザックスに対する不信任決議案であった。これに対して ロイド・ジョージもルーファスもこれまでの主張を繰り返し、汚職行為ではない旨の答弁を行った。保守党と自由党の睨み合いが続く中、アスキス首相は、閣僚たちの行動は軽率だったという言葉を盛り込んだ修正案を提出することで保守党と妥協を図ろうかとも考えたが、ロイド・ジョージが辞表を提出するほど強く反対したため、結局閣僚の非を一切認めない。 修正案を提出することに決めた。保守党決議案は否決され、自由党の修正案が可決成立した。こうして、ロイド・ジョージは失脚を免れたが、弱者、労働者の味方としてのイメージダウンは避けられなかった。ロイド・ジョージの演説中に、アスキス首相は他の閣僚に天使の羽も少し切り取られた格好だねと呟いたという。 しかし、ロイド・ジョージの第一次世界大戦での国家への貢献を考えるとき、歴史家の多くは、ロイド・ジョージの政治生命を、マルコニ事件で立たなかったことは、イギリスにとって幸運なことであったと論評している。内乱の危機の回避第一次世界大戦の前夜、イギリス国内は内乱の危機に陥っていた。1911年6月には、イギリス各校で、 海運労働者の大規模ストライキが勃発し、各校は海運機能が麻痺した。一時下火になるも8月には、鉄道労働者が海運労働者と連携したストライキを起こしたことで、再び盛り上がった。これに対して、チャーチル内務大臣は徹底弾圧をもって臨み、各地に鎮圧軍を派遣したため、ロンドン、リバプール、ラネリーなどでは、多数の労働者が、 軍隊の発砲で死傷する事態となり、イギリスは混乱の局地に陥った。事態を危惧したロイド・ジョージは、経営者たちのところを回って、ドイツとの戦争が不可避かつ間近であると説得し、経営者たちに労働者に対して優和的態度を取らせたことでストライキを収束に向かわせた。しかし九百十二年以降もストライキが発生し、対戦直前時のイギリスは、 革命前夜の空気さえ漂っていた。またもう一つの内乱の危機がアイルランド問題だった。1912年から1914年にかけてアイルランド自治法をめぐって議会が紛糾する中、アイルランド北部アルスターのプロテスタントや保守党員たちはアルスター議勇軍を結成し、アイルランド自治にアルスターが含まれることに抵抗した。これに対抗して、 カトリックが大多数を占める南アイルランドもアイルランド義勇軍を結成した。この両軍が睨み合う状態となり、アイルランドは内戦寸前の状態に陥った。内乱を恐れたロイド・ジョージは、アルスターを5年か6年間自治の対象から除外し、その後アイルランドに加えるという妥協案を作成し、アスキス首相がこれをアイルランド国民党と保守党に提案したが、両党とも拒否した。 アイルランド自治法案は1914年5月26日に庶民員を可決した。3度目だったので、議会法に基づき、貴族院の賛否を問わず、同法案は可決されることになった。内乱を回避するため、アスキス首相が再び、ロイド・ジョージの妥協案を両党に提案したが、その交渉中に第一次世界大戦が勃発し、 保守党党首アンドルー・ボナーローとの交渉の結果、アイルランド自治法案は棚上げすることになった。内乱の危機は、世界大戦のおかげで回避された格好であった。第一次世界大戦の勃発と初戦をめぐって1914年6月のサラエボ事件を機に7月終わりから8月初めにかけて、ドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国対ロシア帝国、 フランス共和国の第一次世界大戦が勃発した。イギリスは、ロシアとも、フランスとも正式な軍事同盟は、結んでいなかったので参戦義務はなく、閣内でも参戦すべきか否か意見が分かれた。ロイド・ジョージは、当初参戦に反対していた。しかし8月2日に、ドイツ軍が、ベルギーの中立を犯して同国に侵攻を、計画していることが判明し、これを機に、 ロイド・ジョージも参戦派に転じたことで、アスキス内閣は、対独人選を決定した。転向の理由について、ロイド・ジョージはベルギーを救援する、必要性を挙げたが、実際には、イギリスの命運は、フランスと切り離せないし、このような大事な問題で内閣を分裂させるわけには、いかないという考えが大きかったという。参戦反対派の、スーミツ・イン・議長ブラックバーン死者によれば、 ロイド・ジョージの転向は、チャーチルの影響であったという。ロイド・ジョージは、大倉官僚の、これまでの戦争はすべて戦費の半分を課税で、賄ってきたという説得を受け入れず、借入金を中心にして、政府の需要増大分を賄った。主な借入先は銀行であり、イングランド銀行からも借入れを行った結果、通貨インフレが発生した。 1914年に流通券という金に支えられていない新通貨を政府が発行したこともそれを加速させた。1915年3月には労働組合指導者と交渉し、軍需産業の利潤を抑えることを条件に、反熟練労働者や婦人労働者を利用することを認めさせた。一方作戦面では、西部戦線が到着し、 消耗戦の様相を呈する中の1915年1月1日に、西部戦線で犠牲の多い戦闘を続けるより、派遣軍をフランスからバルカン半島へ移し、対オーストリア作戦を開始すべきという内容の覚書を内閣に提出した。陸軍大臣、キッチナー白尺元水や海外派遣軍司令官、 ジョン・フレンチ元帥ラ軍部が強行に反対したため、この時にはさたや闇となったが、以降、アスキス内閣は、東部戦線を重視する東方派と、西部戦線を重視する西方派に分裂していった。ロイド・ジョージと、同じく東方派だった、海軍大臣チャーチルの主導で、1915年3月から、ガリーポリの戦いが開始されたが、失敗に終わった。 西部戦線も3月から5月にかけての攻勢が弾薬不足で失敗した。開戦以来の巨国一致ムードで議会における政党間争いは一時休戦という形になっていたが、1914年秋から1915年春にかけて自由党、保守党の関係は冷え込んでいった。とりわけ1915年3月から4月頃にロイド・ジョージが 種類製造業者の国家買い上げを計画したことに、保守党は強く反発していた。そういう中で上記の作戦上の大失敗があったため、保守党党首ボナーローも、党内の政権への不満を抑えがたくなっていった。1916年3月の連合国会議に、出席したロイド・ジョージ英軍需大臣。 1915年5月に、アスキス首相とロイド・ジョージ増省と保守党党首、ボナーローの交渉が行われ、自由党と保守党の大連立による、挙国一致内閣を成立させる運びとなった。この交渉により保守党からの評判が悪い、ロイド・ジョージは増省を離れて、新設される、軍事大臣に転任することになった。軍事省は軍事に関する権能を陸軍大臣。 キッチナーから奪う形で新設された省庁だった。軍需大臣、ロイド・ジョージは、役人よりも、民間の企業家を積極的に登用し、軍需産業への国の介入を強化して、軍需品価格の統制を行った。軍需産業が、かつて生産したことのないものを生産できるよう、また大量生産方式を導入できるよう、要築地援助を行った。さらに、 国立砲弾製造工場も増やしていった。対戦2年目になると戦死者の増大で兵員が枯渇した。イギリスでは伝統的に徴兵制は避けられてきたが、ロイド・ジョージはチャーチルや保守党閣僚たちと共に徴兵制導入を盛んに訴え、反対派の自由党閣僚を辞任に追い込み、また慎重派のアスキス首相に重い腰を上げさせて、 1916年5月に実現にこぎつけた。この徴兵制論争をきっかけに、ロイド・ジョージと保守党の関係は親密化した。一方、作戦面では、軍部が、ロイド・ジョージやチャーチルのような議会政治家が、作戦指導に口を出してくることをますます疎ましく、思うようになっていた。とりわけ、ロイド・ジョージは、現役軍人閣僚である、陸軍大臣、 キッチナー白尺元帥と激しく対立し、彼のことを考え方が古い軍事情報を閣議で隠すと批判した。キッチナーの方も議会政治家は機密を平気で自分の妻に話し、その妻が主婦仲間に広めていくと批判していた。二人の方針をめぐる対立も激しかった。ロイド・ジョージはチャーチルが海軍大臣時代に目をつけた戦車に注目し、 その大量生産を目指したのに対し、キッチナーは、戦車を、おもちゃと呼んで一周していた。またギリシャサロニカに上陸していたイギリス軍をめぐる、問題でも、ロイド・ジョージが、神独的中立派のギリシャ王コンスタンティノス一世を、同喝してでも、サロニカの兵力を増強し、バルカン半島を固めるべきと訴えたのに対し、キッチナーは、 ギリシャを訪問してギリシャ王の陰権を受けていたため彼の意を汲んでサロニカから撤退すべきと主張した。サロニカ論争はキッチナーが譲歩することで解決したものの軍部と議会政治家の亀裂は深まっていく一方だった。ちなみに国王上自護生や保守党、マスコミも議会政治家が軍事作戦に介入することには否定的だった。 1916年5月31日のユトランド、開戦後、ロイド・ジョージは、キッチナーを更迭しないなら、辞職するとアスキス首相に申し出た。アスキスも、議会政治家をないがしろにするキッチナーを心よく、思っていなかったが、キッチナーの国民人気は高く、簡単に切るわけにはいかなかった。そのためアスキスは、 接中策として、キッチナーを施設として同盟国ロシアに派遣して、ロンドンを開けさせることにした。キッチナーは、その道中の6月5日に、オークニー諸島沖で乗船と共に沈んだ。嫌いにかかったと言われるが、巷には、ロイド・ジョージによる暗殺という噂が流れたという。1916年9月12日、フランスメオルト。 中央の4人のうち左から仏副陸軍大臣、アルベール・トーマ、英海外派遣軍司令官、ダグラス・ヘイグ大将、仏陸軍総司令官、ジョゼフ・ジョフル大将、英陸将、ロイド・ジョージ。1916年6月28日、キッチナーの後任として、ロイド・ジョージが陸軍大臣に就任した。しかし、軍の作戦指導に関する権限の多くは、 前陸軍大臣、キッチナーアート、帝国参謀総長、ウィリアム・ロバートソン中将の協定により、帝国参謀本部が握っており、陸軍大臣の権限は弱かった。ロイド・ジョージは、陸軍大臣の権限を強化しようと努めたが、そういう格策は、国王・ジョージ5世や、軍部の不況を買うだけだった。 西部戦線では7月から11月にかけて、ソンムの戦いが発生し、イギリス軍は40万人もの死傷者を出した。この悲惨な戦いに、アスキスへの不満の声は高まった。この間の10月に、ロイド・ジョージは、戦況打開のため東部戦線に力を入れることを考え、英仏イ連合軍で、ソフィアに進軍して、ルーマニア王国を助ける作戦を提案したが、 帝国参謀総長ロバートソンによって退けられた。ロイド・ジョージはあまりに犠牲者が多い選挙や軍部が議会政治家の言うことをますます聞かなくなっている状況に焦燥しており、11月になると強力な戦争指導を行える新政府が必要との認識を強めた。すでに軍事委員会という少数の閣僚による戦争指導機関が設置されていたが、ロイド・ジョージは 委員長アスキスが優柔不断なためにこの委員会がうまく機能していないと考えていた。そのためアスキスを含まない3人ぐらいの極小人数の閣僚から構成される軍事委員会を作り直し、そこに独裁権を与えるべきと考えるようになった。これをアスキス首相に認めさせるためには保守党庶民委院,院内総務のボナーローの指示が必要だった。ボナーローの秘書である。 マックス・アトキンを仲介役にして秘密裏に話を進めていった。11月25日に、ボナローから、アスキス首相に、軍事委員会創設計画の原案が提出され、12月1日には、ロイド・ジョージからも、その計画の覚書がアスキスに提出された。アスキスは、少数の軍事委員会構想には賛成したが、その委員長は首相である自分がなるべきと主張した。 ロイド・ジョージはそれを拒否し、12月5日に辞職を表明した。ロイド・ジョージなくして政権運営は困難と考えられていたので、保守党閣僚はロイド・ジョージに不信感を持っている三ーさえもアスキスに妥協を求めた。保守党全閣僚が辞職を申し出た結果、アスキス内閣は総辞職した。 1916年のロイド・ジョージ1916年12月6日午前9時半に保守党党首ボナーローが組閣の対面を受けたが、彼は組閣にはアスキスとロイド・ジョージの協力が不可欠である旨を上奏し午前を退下して早速二人に相談した。ロイド・ジョージは私は首相になりたいのではない。アスキスの優柔不断を一掃したかったのだ。 軍事委員会の委員長にさえしてもらえれば私は十分だ。喜んで、あなたの下で働くと述べて、協力を約束したが、アスキスの方は、誰か、中立的な立場の者のが、首相になるのでない限り、協力しないと返答し、ロイド・ジョージを支持する限りボナーローにも協力できない、胸を表明した。またバルフォアに組閣させるという妥協案への協力も、拒否した。 午後3時から格闘代表による午前会議が開催されたが、アスキスはこの席上でもロイド・ジョージへの協力もボナーローへの協力も明言せず、午前会議後には次期内閣への協力を拒否する旨を正式に表明した。これによりアスキスの協力を組閣の前提としていた。ボナーローは対名を廃止したので、午後7時にロイド・ジョージに組閣の対名額だった。 グレー外相やサイモン内相など自由党閣僚は全員アスキスを支持し、ロイド・ジョージ内閣への協力を拒否して辞職した。しかしロイド・ジョージは、ボナーローとバルフォアの支持を取り付けることには成功した。ため、保守党の大半の協力は得られる形成となった。組閣の目途が立つと自由党議員からも、ロイド・ジョージ支持に転じる者が増えていった。結局、 自由党議員260名のうち136名ほどが、ロイド・ジョージ内閣支持を表明した。以降自由党はアスキス派とロイド・ジョージ派に分裂することとなった。労働党も分裂し、党首ヘンダーソンらは、ロイド・ジョージに協力したが、マクドナルドらは、協力を拒否した。総力戦体制の構築1917年、ギルドホールで、戦時国債を要求するロイド・ジョージ。 保守党を中心に支持されるロイド・ジョージ内閣は、対独強硬姿勢を崩さなかった。いかなる領土も要求しないが、ドイツ軍国主義を打倒するという大義名分は、ロイド・ジョージをして、侵略に対する懲罰、ドイツの民主主義の推進に固執させ、ドイツとの和平交渉を進めることを一段と困難に、した。ロイド・ジョージは、5人から7人という少人数の、 閣僚からなる戦争内閣を中心とした強力な戦争指導体制を目指した。首相が兼ねるのが通例である、庶民に任内総務も、ボナーローに任せることで議会への出席回数を減らし、戦争指導に集中できる環境を作った。食料省を新設することで、これまで国家の統制外だった食料を統制下に置き、 配給制にすることで戦時の食糧不足に対応した。また船舶省を新設し、商船や造船に対する国家の介入を強めた。小麦の70%を国外からの輸入に頼っていたイギリスは、1916年秋から開始されたドイツ海軍の潜水艦 U ボートによる無制限潜水艦作戦に苦しめられていた。 これに関して、ロイド・ジョージは1917年4月にも海軍省へ乗り込んで海軍軍部を出席し、これまで海軍が渋っていた護衛戦団方式を採用させた。海軍がこれまで商船を戦団にして護衛するのを嫌がっていたのは、大戦団は狙われやすい上、商船に対列を維持する能力はないと思われていたからだった。だがそれは気流に過ぎず、 護衛戦団方式に切り替えた結果、撃沈される、商船数は激減した。他方、ロイド・ジョージはなるべく輸入に頼らなくて済む、要国内生産の増大も目指し、1917年には、穀物生産法を制定して、小麦やジャガイモの最低価格を6年間保証した。さらに農業局に強制権限を与えることで農地の有効活用を図った。 チャーチルを軍需大臣に任じて、残酷を突破できる戦車の開発を急いだが、軍部との対立は依然として続いた。とりわけ、海外派遣軍司令官、ダグラス・ヘイグ大将との確執は深まった。ヘイグは、国王自重武官だった人物で、国王ジョージ5世の寵愛を盾に、政府の決定に逆らい続けた。ロイド・ジョージの見るところ、ヘイグは、古い騎兵至上主義であり、 戦車の有用性を認めない、顔明な人物だった。他方兵具から見れば、ロイド・ジョージは、東部戦線増強論で兵力を分散させ、西部戦線を、硬着状態に追い込んだ現況であった。ジョージ5世が常に、兵具を支持したこともあって、二人の争いは、国王陛下の軍隊 VS 政府の予想を、呈するようになった。 ロシアの脱落と干渉戦争1918年9月、ウラジオストクを更新する連合軍。赤の化け物との戦いを支援することを、ロシア人に訴えるイギリスのポスター。1917年3月、沿線気分が高まるロシア帝国で、ロシア革命が発生し、ロマノフ調の訂正が倒れた。ゲオルギー・リボフを主犯とする、臨時政府は、 戦争を継続したものの、ソビエトが要求する、無併合、無賠償をスローガンにするようになり、安に英仏の領土欲と賠償金欲を批判した。この影響で、イギリス国内でも自由党や労働党内の反戦派の活動が活気づいた。ロイド・ジョージは、アメリカのウッドロー・ウィルソン大統領に習って、ロシアの臨時政権を承認した。しかし、 臨時政府の戦争離脱志向を警戒し、5月には、労働党党首ヘンダーソンを、イギリス代表として、ロシアへ派遣し、独断で休戦しないようロシア政府を説得しようと、したが、ヘンダーソンは逆に説得されてしまい、ロシア政府の提唱するストックホルムでの、社会主義政党の会議に労働党を出席させる、ことを約束して帰ってきた。ロイド・ジョージ自身は、 ストックホルムの会議に前向きであったものの、強硬派の保守党から支持を失うような行動を取るわけにはいかないし、また、フランス政府からも反対されたため、結局ヘンダーソンの提案を却下するしかなかった。これによりヘンダーソンは辞職し、代わりに労働党から、ジョージ・ニコル・バーンズが入閣したが、これをきっかけに、イギリス労働運動は、挙国一致内閣から離れていくことになる。 1917年11月にはロシアで、ボルシェビキの革命が発生し、ウラジーミル・レーニンの政権が誕生したが、ロイド・ジョージは反戦を掲げる、ボルシェビキ体制の承認は拒否した。12月に、ボルシェビキ政府は独断で、ドイツ帝国と急戦交渉に入った。ロイド・ジョージもアメリカ大統領ウィルソンも、 ロシアの戦争脱落を防ぐための演説を盛んに行い、ウィルソンはその中で14箇条の平和原則を発表したが、ボルシェビキ政権はこれらを無視した。ドイツとボルシェビキの和平交渉は一時決裂するも、ドイツ軍の再攻撃を受けて、ボルシェビキ側が全面情報を受け入れたことで、1918年2月にブレストリトフスク条約が成立し、ロシアは、 戦争から離脱した。ロイド・ジョージは、ボルシェビキ体制から波及してくる反戦、侵独親を、親トルコの波を危険視し、ロシア革命に干渉する必要性を痛感した。1918年1月の閣議で、同盟国日本に、ウラジオストク方面のシベリア鉄道を抑えさせることを、閣議決定した。しかしアメリカは日本に、ウラジオストクへの派兵を許せば、 極東における日本の派遣が確固たるものになるとして難色を示した。結局イギリスは3月にムルマンスクに少人数の自分部隊を上陸させることになった。5月に反王的なチェコ軍団の兵士たちがシベリアで反乱を起こした。これに影響されてロシア国内の反革命勢力も伸長した。後期と見たロイド・ジョージはアメリカや日本ともに チェコ軍団援護のための干渉戦争を開始することを決定した。8月に英米軍はアルハンゲリスクに上陸し、日本軍はウラジオストクに上陸した。しかし10月頃から急戦の噂が広まったことや、チェコ軍団が崩壊したことで、英米被三国とも出兵の大義名分やメリットがなくなっていった。11月に対戦が終結するとロイド・ジョージは、 干渉戦争から撤退することを希望するようになり、アメリカのウィルソン大統領と協力して、官邸主要国を呼び、ロシア核勢力を招いた講和会議を提唱したが、白軍の反対により流産した。イギリス国内でも、陸軍大臣、チャーチルや保守党がボルシェビキとの妥協に反対し、干渉戦争の続行を主張した。 保守党に離反されては政権を維持できないロイド・ジョージは、干渉戦争続行を黙認するより他なかった。またロイド・ジョージは、パリ講和会議への出席のため、長期間ロンドンを留守にしなければならなかったのでその間、チャーチルは、意のままに干渉戦争をやることができた。しかし、イギリス兵の沿線気分は高まっており、直接の造兵は難しかったため、チャーチルにできたことは、 金銭支援が主だった。チャーチルの主導のもと、イギリス政府が、白軍に対して行った、金銭支援は1億ポンドにも及ぶ。1919年秋のアントオンデ・ニー金の最初の、敗北を後期として、ロイド・ジョージは、果てしない内戦に核も高価な干渉を行う、財政的余裕はないとして、干渉戦争からの撤兵を宣言した。これに対してチャーチルは、 閣議で政府にはロシア政策がないと不満を漏らしたが、ロイド・ジョージは政府のロシア政策は、機下が閣議に採択させた悪い政策の結果から逃れることであると言い返したという。こうして、イギリス軍はロシアからほとんど撤兵することとなった。1920年春から始まったソビエトのポーランド侵攻では、ポーランド支援を行ったが、ロイド・ジョージは チャーチルと違い、これを新たな干渉戦争のきっかけとすることを考えていなかった。ソビエト軍がポーランド侵攻に失敗して撤退した後の1921年3月16日に、世界に先駆けてソビエトと通商条約を結ぶことで、その存在を容認した。普通選挙と、婦人選挙権の確立大戦中の1918年2月に、 選挙法改正を行った。これにより選挙権の財産資格、居住資格が廃され、普通選挙が確立した。さらに30歳以上の婦人にも選挙権が認められた。婦人に選挙権が認められたのは、この改正の時が初めてであり、有権者数は一気に3倍となった。この改正の背景には長引く戦争と、総力戦体制によって、 中産階級と労働者階級の格差、及び熟練労働者と非熟練労働者の格差が縮まったこと、女性労働者の軍需産業への進出が進んだことがある。当時、選挙権は戦争協力と不可分に結びついており、従軍しない女性には選挙権は認められるべきではないというのが一般的な考え方だった。自由党においてさえも、ロイド・ジョージ以外の政治家は、 婦人選挙権に慎重なものが多かった。今回女性に選挙権を認めたのは、今度の対戦における女性の15の功績が、世間一般に認められた形であった。ただしこの段階では、婦人の選挙権資格年齢は30歳と男子よりも高く設定された。これが男子と同じ21歳に引き下げられるのは1928年を待つことになる。 終戦とクーポン選挙1918年3月にドイツ軍はアメリカが本格参戦してくる前に決着をつけようと最後の大攻勢に出たが5月になるとその勢いも弱まった初夏にドイツ軍は再攻勢に出たがその頃にはアメリカ軍がヨーロッパに到着し始めており攻勢は失敗に終わった 9月には、エイリヒルデンドルフ参謀次長らドイツ軍部も、戦意を失い、ドイツ最小マクシミリアン・ホンバーデンが、アメリカ大統領、ウッドロー・ウィルソンとの交渉を開始した。ドイツ革命後、フリードリヒ・エーベルと独政権は連合国側の、要求を受け入れて11月11日に、休戦協定を結んだ。ロイド・ジョージは、戦勝気分が冷めぬうちに、 戦時中延期され続けていた総選挙を行うことを決意した。戦争終結翌月の12月に解散総選挙が実施され、大連立政権支持の候補者には、ロイド・ジョージと保守党党首ボナーロー連盟の推薦書が与えられた。トーリーとホイッグという二大政党の枠組みではなく、クーポンの有無で争うという異例の総選挙となった。 ロイド・ジョージの本心はドイツへの復讐には否定的だったのだが終戦直後の国民の復讐世論を敏感に感じ取りドイツ皇帝ビルヘルム2世の処罰を訴えたさらにドイツから最後の一滴まで賠償金を絞り取ることも公約したしかしビルヘルム2世処罰の訴えは彼のいとこにあたる国王ジョージ5世を怒らせまた 君主主義者の閣僚チャーチルを困惑させたという。選挙の結果は自由党、ロイド・ジョージ派が136議席、保守党が333議席を獲得して、大連立派が勝利する一方、自由党アスキス派や、ラムゼイ・マクドナルドら労働党反戦派などクーポンをもらえなかった議員たちは惨敗した。大連立の中でもとりわけ保守党が対象し、彼らが、 今後の政局の主導権を握ることとなった。保守党は、この大正後もしばらく、ロイド・ジョージを首相のままにして、大連立政権を継続するが、これは戦争直後は、挙国一致を続けるべきという空気が強かったためと言われている。また、ボナーローやバルホア、オースティン・チェンバレンら保守本流にとって自由党と、労働党の連立は、社会主義に傾く。 可能性が高いため、阻止したい事態であった。パリ講和会議とベルサイユ条約1919 19年5月27日、パリ講和会議の際の4挙党。左からロイド・ジョージ英首相、オルランドイ首相、クレマン・ソーフツ首相、ウィルソン・ベイ大統領。第一次世界大戦のドイツとの講和や戦後処理をめぐる会議は、フランス首都パリで行われ、 連合国側と自称する29カ国が出席した。とはいえ小国の発言力は小さく、イギリス、アメリカ、フランス、イタリア、日本の5カ国の代表2人ずつで10人委員会を組織し、これがパリ講和会議における最高会議となった。さらに3月末には日本人と外務大臣を外した4人委員会が組織されて、これが 講和会議を主導するようになった。イギリスからは、ロイド・ジョージ、外務大臣、アーサー・バルホア、外務省政務次官、ロバート・セシル・卿、オー大ラ省官僚ジョン・メーナード・ケインズらが出席した。またカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ連邦といった大英帝国自治領は、イギリスと別個に代表を送った。自治領ではないが、インドも代表を送った。 国際連盟創設をめぐって1919 19年1月25日にアメリカ大統領ウィルソンを議長として国際連盟創設のための委員会が組織された。国際連盟は理想主義者のウィルソンのかねてからの持論でありパリ講和会議において真っ先に話し合われる議題とされた。ロイド・ジョージは国連の有効性を疑っていたがアメリカに満足感を与え、 かつ再度の大戦を回避する国際体制構築を求めていた自国民への人気取りのために賛成した。ただし自身はほとんど関与せず、ロバートセシル卿とヤンス・スマッツに委員を任せた。国連規約の議論に際して日本代表委員は人種的差別撤廃提案を提出したが、アジアアフリカに広大な植民地を持つ大英帝国に認められるものではなく、 イギリス代表委員、ロバート・セシル卿が強硬に反対した。南部アメリカ人であるウィルソンも人種についてはそれほど自由主義的ではなく、また人種差別の根強いアメリカ西海岸の感情を配慮する必要があったので、最終的にはウィルソンの決定でこの提案は知りけられた。またフランス代表委員は国連に強制力を持たせる。 ため、国連軍を創設することを要求したが、ロイド・ジョージは、高級的な対ドイツ軍事同盟を作ろうという、フランスの企みと見てウィルソンと連携して、これを阻止した。領土分割問題をめぐって1919 19年、左から、フォッシュフツ元帥、クレマンソーフツ首相、ロイド・ジョージ、オルランドイ首相、ソンニー・ーノイ外相。ウィルソンが、 旧来の植民地支配の形態を嫌ったため、ドイツ植民地は、形式的には、国際連盟が領有しつつ、国連が列強諸国に統治を委任するという形式で、分割されることになった。委任統治というのは、目新しい概念であったが、新世界秩序において、ロイド・ジョージは、基本的に、アメリカと妥協する意思であり、異議を唱えなかった。イギリスは、 ドイツ領カメルーンの一部とドイツ領東アフリカの大部分を獲得し、フランスはドイツ領東語とドイツ領カメルーンの大部分を手に入れた。ベルギーもベルギー領コンゴに隣接するルワンダとブルンジを獲得した。なお、ベルギーが新植民地を獲得することについて、ロイド・ジョージは 3C 政策の脅威になるとみて反対していたが、阻止できなかったという経緯だった。 また、オスマントルコ帝国の領土についても話し合われたが、パリ講和会議に先立つ1918年12月に、ロイド・ジョージとクレマンソーは、ロンドンで会談を行っており、そこで、サイクス・ピコ協定を前提に、中東地域を英仏で分割することを約定した。ウィルソンは、中東には、さほどの関心を示さなかったのでこの問題は、英仏が自由に処理できることとなった。 最終的に、パリ講和会議最高会議は十字軍時代からの、フランスの領土であるシリアトレバノンを、フランスの委任党治療、イラクとパレスチナを、イギリスの委任党治療とすることを決定した。なお、イギリスとフサインマホン協定を結んでいた、ハーシム家のファイサル王子も講和会議に出席しており、統一アラブ王国の樹立を求めていたが、誰からも相手にされなかった。 一方イタリアはロンドン秘密協定を理由にフィウメやダルマチアの領有権を要求したがウィルソンが秘密協定を旧外交として嫌っていたばかりか英仏もイタリアは対戦で足を引っ張っていただけなのにズうずしいと見ていたためクレマンソーがロンドン秘密協定にフィウメは含まれていないと反対しロイド・ジョージもフィウテのイタリア系人口はイタリアが言うほど 多くないとして反対した。その後の交渉の中で、英仏はイタリアに、情報の姿勢を示したものの、ウィルソンが強行に反対し続け、これを不服とした、オルランド首相は4月24日をもって、講和会議から引き上げた。太平洋のドイツ植民地については、赤道以北を、日本、赤道以南を、大英帝国自治領オーストラリアとニュージーランドが、獲得した。 また、中華民国三島省のドイツ蘇尺地をめぐっては、戦時中に日本と中華民国間で結ばれた秘密協定の有効性が焦点となったが、ロイド・ジョージが日本に好意的な態度をとる一方、ウィルソンは中国に好意的な態度をとった。しかしウィルソンもイタリアに続いて日本が離脱することは避けたがっており、人種差別撤廃案を蒸し返さないことを条件として、 日本支持に転じた。その結果、協定無効を主張する中国は退けられ、日本がドイツの三島省の権益を確保した。ドイツへの処罰問題ドイツ軍については、戦車、空軍、重砲潜水艦など近代兵器すべての保有を禁止し、かつ、陸軍兵力10万人、海軍兵力1万5000人に限定されることになった。当初、保守水は、 ドイツ陸軍兵力について14万人を上限と、する兵役1年の徴兵制軍隊にすべきと、主張したが、ロイド・ジョージは徴兵制は、軍事訓練を受けた国民を大量に作り出すので、危険と、反対し、クレマン層と共に20万人を上限とする、志願制軍隊とすることを主張した。フォッシュ元帥は志願制は、量より質を上げるのでより危険だと反論したが、 結局10万人の死願制軍隊とすることで決着した。ドイツに課す賠償金額をめぐっては、ロイド・ジョージは最後の一滴まで絞り取るとした先の総選挙の公約を守る必要があった。保守党からも、世論からもその強い要請があった。そのため、侵略の被害国であるフランスやベルギーと共に強行姿勢をとり、 経済的混乱を抑えるためになるべく少ない金額で確定しようとするアメリカに強く反対した。アメリカが賠償総額を決めようとした際にもロイド・ジョージは反対した。もし少ない額で賠償額を確定したら国内で大騒動が起こることは必死だし、巨額の賠償額を確定してもドイツ政府に払えるはずがないので、 賠償総額を確定させないいののが一番良いと考えたただった最終的に英仏の希望通り、賠償総額は明記されないことになったが、これについてアメリカの専門家は延期されたことで英仏首相は賠償で得られるものがいかに少ないか公表せずにスミアンドしているだろう。両首相はもし事実を知られたら政府が転覆することを知っていると評した。 ベルサイユ条約締結1919 19年6月28日、ベルサイユ条約調印式を描いた絵画。中央に座っている二人の右側が、ロイド・ジョージ。パリ講和会議で取り決められた、講和条件は5月7日に招集されたドイツ政府の代表施設に通達された。クレマンソーは、ドイツ側が拒否した場合は過酌なき武力行使を行う、ことを提案し、 ロイド・ジョージもウィルソンもそれを支持した。これにより連合国軍最高司令官フォッシュ元帥が42個手段にドイツ進行準備命令を下した。イギリスも会場封鎖を行った。しかしあまりに過酷な条件にドイツ世論やドイツ議会はもちろんエーベルト政権内でも反発は強くドイツ側がどう出るかは不透明だった。5月30日に ドイツ代表は条件を緩和する、よう混乱する反論を提出したが、この際に、ロイド・ジョージは、条件緩和に応じるべきと主張した。その結果、上、シレジア地方についてはドイツに帰属するか、ポーランドに帰属するか、住民投票で決めると変更された。またロイド・ジョージは、ラインラント占領期間の短縮も提案したが、これについてはクレマンソーが猛反発したため、 取り下げている。結局、エーベルト政権は受諾するより他にないと判断し、最終期限の6月23日に連合国に受諾を通達6月28日にベルサイユ条約が調印されるに至った。この条約によって形成された国際体制をベルサイユ体制と呼ぶ。中東の支配の確立1916年の サイクスピコ協定の中東分割図。赤がイギリス、青がフランス。ロシアが連合国から脱落する前なので、ロシアの取り分も予定されている。またこの段階ではパレスチナは国際管理下と予定されていたが、1918年12月のロイド・ジョージとクレマンソーのロンドンでの会談により、イギリス領とすることに決した。 第一次世界大戦前までのイギリスのアラブ政策は、オスマントルコ帝国の領土保全であり、トルコに対するアラブ人の独立運動に手を貸すことはなかった。しかし一次大戦で、トルコがドイツ側で参戦したため、イギリスはフサイン率いるハーシム家とフサインマクマホン協定を結んで、アラブ反乱を促すようになった。この密約は、 ハーシム家を主張とするアラブ王国の樹立を認めたものだが、その領土については曖昧になっていた。ハーシム家は中東の大部分が含まれるものと解釈していたが、イギリス側はあくまでその範囲をヒジャーズ王国限定に考えていた。しかも、ハーシム家は大戦中に何度かトルコ側に願える気配を見せるなどしたため、イギリスとしては、 ハーシム家をあまり当てにしておらず、ハーシム家との約束もそれほど真剣に考えていなかった。そのためイギリスは遠慮なくこの密約と矛盾するようにも思われる協定や宣言を出した。1916年には西部戦線から対トルコ戦線に兵力を移転させる同意をフランスから得る目的でフランスとサイクスピコ協定を結んでシリア、レバノン、トランスヨルダン、イラクを 英仏で分割することとパレスチナを国際管理下に置くことを約定した。さらにユダヤ人に戦費を吐き出させるため、1917年にはバルフォア宣言を発して、パレスチナにユダヤ民族の強度を作ることも約束した。しかしロイド・ジョージにとって、これらは矛盾するものではなかった。ロイド・ジョージが思い描いていた、中東の未来図は小アジアに、ギリシャ世界。 パレスチナにユダヤ文明を復活させ、その両者と大英帝国反植民地エジプトにスエズンガとインドの道を確保させつつ、内陸部に大英帝国非護下のハーシムけ統治のアラブ人王国をいくつか樹立することでペルシャからの石油ルートも確保するというものであった。パリ講和会議での連合国の合意を前提に1920年8月に オスマントルコ帝国と連合国の間にセーブル条約が締結された。これによりシリアとレバノンはフランス移民統治療、イラクとパレスチナはイギリス移民統治療となった。しかし新たに認められたアラブ人国家はヒジャーズ王国だけであり、これに失望したアラブ人はイラクで繁栄放棄を開始した。またパレスチナについてもロイド・ジョージが 大英帝国、ユダヤ人治療を最終形態として思い描いていたのに、対して、ハイム・バイツマンがシオニストはあくまで独立した、ユダヤ人国家を想定していたため、食い違いが生じていた。アラブ人の不満を抑えるため、1921年5月18日、植民地大臣チャーチルに、カイロ会議を主催させ、イラクとヨルダンに、 ハーシム家の王国を建国することを許した。無論どちらもイギリス庇護下という条件付きである。また1922年にはエジプトにも形式的独立を許したが、こちらも実質的にはイギリス支配下に置かれたままだった。この体制のもと大英帝国の中東への支配力はかつてないほど強固になった。インドの道は完全に安全を保障され、イラクと ペルシャ湾岸とアーバーダーンの石油のすべては、イギリスの手中に収まったのだった。ワシントン会議と、日英同盟の破棄1921年5月15日、皇太子ヒロヒトシンノーラと日本の国内総生産は1885年から1920年までの間に3倍に成長し、とりわけ工業と製造業は6倍という急成長を、遂げていた。 1914年までに日本海軍のあらゆる艦船が国産できるようになり、その海軍力は世界第3位か第4位に数えられるようになっていた。また大きな貿易収支黒字国家として経済的にも無視できない国になっていた。この貿易黒字は大戦でヨーロッパ列強が没落したことでさらに伸び、日本の大英、対米輸出額は戦前の2倍。 体中輸出額は4倍、対炉輸出額は6倍になった。日本商船の数は急増し、あちこちに日本人が顔を見せるようになった。このような状況の中、欧米人の間で急速に効果論が高まっていった。イギリスは自国の中国、インド市場に日本が食い込んでくることを恐れ、アメリカの中国、フィリピン市場を日本に奪われることを恐れた。 特にアメリカはマニフェストデスティニーの掛け声と共に精神を推し進めている最中であり、1916年には両洋艦隊の建設を宣言し、日本との対決姿勢を強めていた。対戦末には白人連合を作って日本を潰す必要があるとの認識が白人国家間で共有されるまでに至った。日本には、 資源がないため、欧米に、効果論で団結されて、貿易を切られた場合、干上がることは、確実だった。また日本の人口は1885年から1920年までの、間に、約1.5倍に急増しており、増加した人口の職場の確保にも迫られていた。その両方を解決できるのが、アジア、とりわけ、中国への進出だった。 中国は1911年の侵害革命の失敗で無秩序の極地に陥っており、また、アジア知識人層には、西欧帝国主義に唯一抵抗できる勢力として、日本に期待するものが多く、すでに日本から帝国主義的進出をだいぶ受けている中国においてさえ知識人層の間では、日本留学が流行っていた。こうした状況から、 日本国内で徐々にアジア主義と反米の機運が高まり始めた。日米圧力が増し、アメリカからイギリスに日英同盟を破棄せよとの圧力が強まっていく中の大正10年5月、日本皇太子、広人新王が放映した。5月13日に中英日本大使館で開かれたエドワード皇太子を主品とする晩餐会にロイド・ジョージも出席し、 広ロ親王と20分ほど歓談した。広ロ親王が、日英両国が、よく同盟のよしみをもんじて、東洋平和、いな、世界平和擁護のために貢献したことの、人少なからぬとはすこぶる禁縮と述べたのに対して、ロイド・ジョージは、日英両国の親善関係を末長く、持続させるよう十分な努力を惜しまぬ覚悟ですと、答えたという。 また健康を気遣ってくれた、ヒロヒト新能に感謝したロイド・ジョージはヒロヒト新能と固く握手した。さらに5月15日には、ヒロヒト新能歓迎のためのご参会を主催した。ご参会後には、ロイド・ジョージとヒロヒト新能は一緒に散歩して歓談した。しかし、皇太子の放映も日英同盟を維持させるには至らなかった。同年12月のワシントン会議で、 イギリス代表として出席した外相バルフォアはこれ以上対米関係を悪化させないため日英同盟に変えて日英米仏で4カ国条約を締結した。これについてイギリス政府は日英同盟破棄ではなく拡大と弁明したが実質的には同盟の破棄も同然であった。またイギリスはこれまで世界第2位の海軍国と第3位の海軍国を合わせた。 海軍力よりも多い海軍力を保有することを目指してきたが、対戦で疲労したイギリスにもはやそれだけの海軍力を維持することはできず、新たな海軍大国となったアメリカと日本に給追されていた。県間競争の再発を恐れるイギリスは、ワシントン会議において、ワシントン海軍軍縮条約の締結に応じた。 この条約により、イギリスとアメリカと日本の海軍力比率は5、5、3と定められた。これによりイギリスは、戦艦と巡洋艦26隻を含む657隻を配戦することとなり、イギリスの海軍力の絶対的優位が崩れた。また、エ領香港を海軍基地として使うことができなくなり、咀嚼地海兵からも英海軍を撤収させることになった。 アイルランド自由国をめぐって1920年9月15日のパンチ師の風刺が一時大戦が終わっても様々な問題に暴殺されるロイド・ジョージ大戦中の1916年4月にダブリンでアイルランド民族主義者が放棄を起こすも鎮圧されその指導者が即決の軍事裁判で処刑されるという事件があったこの事件を機に アイルランド民族主義が燃え上がり、1918年の総選挙でもアイルランド国民党に代わって、急進的なアイルランド独立政党シンフェイン党が躍進した。シンフェイン党は、ロンドンの議会に入ることを拒否し、ダブリンに独自の国民議会を形成した。アイルランド義勇軍の武装抵抗も激化し、間もなく、シンフェイン党の政治的抵抗と合流した。 これに対して、ロイド・ジョージは、補助部隊や、ブラックタンズを編成し、白色テロをもって厳しく弾圧した。一方で、融和政策も取り、1920年12月には一時、対戦開戦で流産していたアイルランド統治法を制定した。これにより、アイルランドとイギリスの結合関係は残しつつ、アイルランド北部六州とそれ以外のアイルランドに、 それぞれ自治議会を置き、また南北アイルランドの話し合いの場として、アイルランド協議会が設置されることになった。アイルランド独立を求めるカトリックや、アイルランドナショナリスト、アイルランド独立に反対するプロテスタントや統一派、共に、一定の満足を与えようという趣旨のものであった。国王ジョージ5世の北アイルランド訪問で、 対立関係が一時的に緩和して1921年7月に休戦がなり、10月からロイド・ジョージや、チャーチルらイギリス政府代表とアーサー・グリフィスや、マイケル・コリンズらシンフェイン党代表の交渉の場が設けられた。この交渉の結果、アルスターの内統一派が多い6州にはイギリスに残るか、アイルランドに加わるかの選択権を残しつつ、それ以外のアイルランドは、 大英帝国自治領アイルランド自由国として独立することで妥協に達した。だが、この妥協には保守党から反発が多く、保守党の政権離脱の最初の兆候が見られた。保守党議員のうち60名ほどが増反して、この法案に反対票を投じたのである。未来の保守党党首であるスタンリー・ボールドウィンは、この法案は自由党。 ロイド・ジョージ派と保守党内法案賛成派を統合して新たな党を作ろうというロイド・ジョージの布石ではと疑いを持った。助釈問題、ロイド・ジョージが首相だった6年弱の間に94件の新規属助釈1500件のナイト釈授与が行われている。これは他の政権と比べても軍を抜いて多い。そればかりか、ロイド・ジョージは パブリックスクール出身者であるべき、地主であるべきといった、これまでの助釈の暗黙の条件を無視して、実業家に助釈することが多かった。こうした中、保守党議員の間に、ロイド・ジョージは、イギリスの貴族制度を破壊ないし形外化しようと、目論んでいるのではという疑念が高まっていった。ついには、会社クア業者の存在まで噂されるようになり、 1922年初夏には279人もの庶民議員が助釈に関する調査委員会の設置を要求するに至った。これに対してロイド・ジョージは議会をうまく抑えて議会の調査委員会ではなく政府の任命する王立委員会によって調査するということで議会の妥協を引き出した。この助釈問題が総辞職の直接のきっかけになったとは言えないが、 ロイド・ジョージの保守党、ジンガサ欺員に対する求心力低下が深刻化している象徴的事件であった。助釈問題で調査委員会の設置を求めた279人の議員のうち保守党議員は約半数を占めており、このメンツは後にカールトンクラブの投票で増反した議員と顔ぶれがほぼ一致している。ちなみに助釈に関する王立委員会の調査は、 結論が出る前に、ロイド・ジョージ内閣が総辞職する羽目になったことで、終了している。チャナクキキ1922年のムスタファケ・マルパシャ。セーブル条約によって、オスマントルコ帝国の小アジア地域の一部に、ギリシャが進出し、イギリスも、海峡沿いの基地を維持した。これに反発したムスタファケ・マルパシャは、オスマントルコ帝国政府と別にアンカラに、 トルコ共和国政府を樹立し、セーブル条約の拒否を宣言した。ケマルはトルコ国民軍を率いて、ギリシャ占領軍に攻撃を仕掛けて、これを駆逐した。のみならず、ケマル軍は1922年8月にダーダネルス海峡付近まで侵攻してきて、中立地帯のチャナクに駐屯するイギリス軍を攻撃する構えを見せた。ロイド・ジョージは、 チャールズ・ハリングトン中将率いる現地のイギリス軍に持ち場の死守命令を下した。また、トルコが侵略をやめない場合には、イギリス地中海艦隊を派遣する、胸の宣言も発した。だがケマルは同時ず、連合国の提案する休戦協定の誘いを断り、コンスタンティノープルを伺う地点にまで軍を移動させた。これに脅威を感じた、ギリシャの元首相ベニゼロスは、 ロンドンへ急行して、ロイド・ジョージからギリシャ支援の約束を引き出した。9月28日の閣議決定により、ロイド・ジョージはケマルに対して、チャナクへの侵攻を中止し、かつムダニア会談に応じるべし。さもなくば、イギリス軍は、機軍の侵攻を阻止するという最後通帳を発した。イギリス政府の強硬な態度を恐れたケマルはついに、休戦協定に応じた。この1年後には、 ローザンヌ条約が締結されて、トルコとの国境が確定され、海峡の中立は回復された。外交的には勝利したものの、この件はイギリス国民の批判を集めた。大戦から解放されたばかりなのに、新たな戦争を招きそうな外交をするなという世論が強かったのである。この世論を背景に労働党のみならず、大連立相手の保守党も主戦派として行動した。 首相ロイド・ジョージと植民地層チャーチルを批判するようになった。またボールド・ウィンラ保守党内の反対連立派は、ロイド・ジョージとチャーチルは、キリスト VS イスラムの戦争を起こして、解散総選挙することで、自分たちに有利な議会状況を作ろうとしているのでは、という疑いを深めた。政権崩壊じゃなく事件はきっかけに過ぎず、自由党と保守党の大連立はすでにガタが来ていた。 保守党議員たちは、ロイド・ジョージのワンマン政治にうんざりしていたし、アイルランド自由国に昇復しかねる思いの者も,も多くいた。このまま大連立を組んでいたら、保守党は次の総選挙で惨敗し、大連立維持派と反対派で分裂すると考えている者も,もいた。ただ保守党党首は1921年3月に、ボナーローが病で退任してからオースティン・チェンバーレンが務めており、 彼は大連立維持派だった。チェンバレンは1922年9月の閣議でのロイド・ジョージ首相の早期解散方針にも賛同を与え、保守党内で品縮を買った。そしてついに1922年10月19日、保守党社交会、カールトンクラブで開催された保守党庶民ニ 議員274名の会合の席上で、ボールドウィンが大連立を解消すべき旨の動議を提出したところ、185対88で可決されるに至った。立場を不明瞭にしていた前党首ボナーローも、連立解消に賛成する演説を行い、多くの議員に影響を与えたとみられる。これを受けてチェンバレンは、保守党主職を辞した。保守党に離反されては、 政権運営は不可能であり、ロイド・ジョージもカールトンクラブでの決議を聞くや、直ちに総辞職している。公認の首相には、ボナーローが就任し、保守党単独政権が発足した。この交代に際して、ロイド・ジョージは、ウェールズから来た代表社団の団長に噴して、ボナーローの恩恵を受ける演技をして話題になった。 自由党の没落とアスキス派との和解1922年11月14日のロイド・ジョージ保守党は過半数を得ていなかったので、ボナーローは首相就任後ただちに解散総選挙に打って出た。その総選挙で保守党は345議席を獲得し、単独での政権運営が可能となった。労働党は142議席を獲得して、野党第一党となった。 自由党は、党分裂が響いてアスキス派54議席、ロイド・ジョージ派62議席と、両派を合わせても労働党の議席に及ばなかった。この危機感から両派に、和解の必要性が認識されるようになるも、アスキス派のロイド・ジョージへの個人的恨みは深く、またロイド・ジョージも、アスキス派を、古い自由主義にすがって改革できない人々と、 軽蔑していたため、両派の再統合は容易ではなかった。しかし間もなくボナーローに代わって、首相、保守党党首となったスタンリー・ボールドウィンが、保護関税の導入を主張したのに対して、ロイド・ジョージ派、アスキス派が揃って反対したことで両派の統合の空気が生まれた。1923年11月13日には保護、貿易反対を、 共通項にした両派の共闘が成立。マクドナルド率いる、労働党も保護貿易に反対したので、ボールドウィン首相は解散総選挙で右を問うこととした。この選挙戦にあたって自由党両派は、アスキスのもとで統一して戦うことで合意した。12月の総選挙の結果、自由党は159議席に回復したものの、労働党が191議席。 保守党が258議席を獲得し、自由党の第3党状態は定着してしまった。この選挙の後の1924年1月、自由党は労働党に格外協力して、史上初の労働党政権である第一次マクドナルド内閣を成立させた。しかし労働党政権は失業対策をめぐって自由党と対立したため、すぐにも、 政権運営に行き詰まり、10月には解散総選挙に打って出た。この選挙で保守党は419議席を獲得する、対象を収めたが、労働党は151議席に落ち、自由党は40議席に急落した。マクドナルド内閣は、総辞職し、保守党政権の第二次、ボールドウィン内閣が発足することとなった。1925年にアスキスは、 オックスフォード伯爵に除せられて、貴族入りしたため、庶民員自由党は、ロイド・ジョージが取り仕切るところとなった。さらに1926年末にはアスキスが、政界引退したため、代わって自由党党首となった。しかし依然として、旧アスキス派は、ロイド・ジョージに従わず、1928年にアスキスが死去すると、旧アスキス派の面々は、 ロイド・ジョージの指導を嫌がって次々と自由党を立党した。これによりもはや自由党が保守党や労働党に迫る議席を得られる見込みはなくなった。ケインズ主義の確立1927年8月にロイド・ジョージは自由党産業研究会を創設し、ここにジョン・メーナード・ケインズら大きな政府志向の経済学者を急合して、 自由党の新たな経済政策を立案させた。第二次世界大戦後に先進資本主義国の主流となるケインズ主義はここから生まれたものだった。これらの研究に基づいて1928年2月にはイギリス産業の将来、1929年3月には我々は失業を克服できるを出版した。 この中で、ロイド・ジョージは1924年体制の2、大政党は、失業問題や経済不況を解決するための、積極的姿勢がなく、自分たちの勢力の維持に努めているだけと批判し、政府による、積極的な公共事業と有効需要を生み出す、政策の必要性を訴えた。ロイド・ジョージによれば、道路と橋の建設、住宅建設、電話網整備、 電力基盤整備、下水道整備、ロンドン交通網整備に公共事業の余地があり、これによって55万人の雇用を創出できるという。そしてこれらの公共事業費は増税をしなくても、雇用増加に伴う失業手当支給件数の減少、軍事費縮小、道路基金、景気上昇による歳入の増加で賄えるという。 しかし保守党も労働党も公共事業による失業対策という新概念を激しく批判した。1929年の総選挙の際には保守党と労働党が一緒になって自由党を攻撃したほどであった。イデオロギー上の立ち位置としては自由党は保守党と労働党の間に位置するが、この時期政治的積極性という意味では明らかに 労働党より自由党の方が上であった。マクドナルド挙国一致内閣への協力と批判1932年のロイド・ジョージ1929年の総選挙では保守党が260議席、労働党が288議席、自由党が59議席を獲得し、労働党政権の第二次マクドナルド内閣が発足した。 内閣発足後間もなくニューヨークウォール街の大暴落に橋を発する世界大恐慌が始まった。マクドナルド首相は財政支出削減を目指したが、労働党内には失業手当支給額の削減について反発が強く、政権は危機的状態に陥った。党該に活路を見出さんとするマクドナルド首相は1930年夏に保守党の ボールドウィンと自由党のロイド・ジョージに対して政党間協議を申し入れた。ボールドウィンはこれを拒否したが、ロイド・ジョージは受け入れた。ロイド・ジョージには国家的危機に際しては挙国一致政府を形成しなければならないという信念があったのである。その交渉の席で、ロイド・ジョージはかねてからの持論である公共事業を行うことと投票制度を第三党に 有利な選択投票制か比例代表制に変更することを要求した。労働党は公共事業については拒否したが投票制度を選択投票制にするのは構わないと返答した。自由党幹部ハーバート・サミュエルの骨折りで労働党と自由党の暗黙の協力関係は成立し、1931年3月頃から両党の代表者は 定期的に会合を持つようになった。1931年8月に、マクドナルド首相は、ポンドの陛下を維持すべく、失業保険手当の大幅カットを断行した。これにより労働党政権は分裂、崩壊した。国王ジョージ五世が、マクドナルド首相と、野党党首たちの関係を取り持った結果、マクドナルドを主犯とする労働党大連立派、保守党、 自由党大連立派による挙国一致内閣が形成されることになった。自由党ではサージョン・サイモンら旧アスキス派が政権参加に慎重な姿勢を示したが、ロイド・ジョージやハーバート・サミュエルらは政権参加に前向きだった。サミュエルはマクドナルド挙国一致内閣に入閣し、ロイド・ジョージは閣外で中立的立場を取った。 しかし、挙国一致内閣の政策はあまりにも保守党寄りだったため、やがて、ロイド・ジョージは批判的立場に転じた。特にマクドナルドが保守党の政策を掲げて解散総選挙に臨もうと、すると批判を強めた。自由党党首辞職1931年9月30日に、ロイド・ジョージは挙国一致内閣を支持する自由党議員に手紙を送り、 保守党の圧力と誘導により、マクドナルド首相が、この重大な時期に総選挙日程を早めたことは、全く馬鹿げたことだ。ポンド陛下に関する政府のやり口は、全くひどい。自由党は、このような政策に対する責任から手を引かねばならない。名前だけの自由党大臣が残るだけである。保守党を、権力の座につけることだけを目的とした。 この陰謀に私の仲間が何の関わりも持たないようにすることを希望すると訴えた。しかし自由党議員たちは挙国一致内閣から離れようとせず、これを不服としたロイド・ジョージは1931年10月の解散総選挙前に自由党党主職を辞した。ロイド・ジョージは一族にあたる三人の議員だけを率いて、 自由党を飛び出し、正解で、全く孤立した存在となる。一方、挙国一致内閣支持に留まった、自由党も、閣内協力派と、閣外協力派に分裂していく。晩年と、死去1942年10月21日、大英帝国自治療南アフリカ連邦首相、ヤンス・マッツ元帥を迎えて、庶民院で演説するロイド・ジョージ。 正解の一匹狼になったとはいえ、ロイド・ジョージの知名度は抜群であり、大衆人気は衰えなかった。1935年1月には、平和と再建の行動のための会議運動を組織して、公共事業の拡大を訴えた。1933年から1936年にかけて、全六巻で回顧録を出版している。 1933年1月にはドイツで国家社会主義ドイツ労働者党が政権を掌握したが、ロイド・ジョージは公共事業の拡大による失業対策を唱えるナチ党に好感を持っており、以降ナチスドイツに対する寛容を訴えるようになった。1936年9月にはナチ党のニュルンベルク党大会に出席するために報読し、 党大会直前の9月4日にベルヒテスガーデンでアドルフ・ヒトラーと会見した。かつてはカイザーを縛り首にせよと叫んだこともある反独派のロイド・ジョージだがイギリスとドイツは同じ民族であることやボルシェビキに対抗する国際連帯の必要性を雄弁に語るヒトラーには強い感銘を受けた。帰国後、ロイド・ジョージはデイリー・エクスプレスに寄港してヒトラーは すででドイツを、深淵から引き上げた。彼は、生まれながらの指導者であり、断固たる決意とひるむことを知らぬ勇気を持ち、老人には信頼され若者には偶像しされている。我が国にも、彼のような、優れた資質を持つ指導者が欲しいものだと語った。一方で、対独戦争の危機が迫ってくると、ネビル・チェンバレンの弱腰外交を批判するようになり、 ソビエト連邦との同盟を主張するようになった。チェンバレンの融和外交が失敗して、チェコスロバキア解体が実行されると、ロイド・ジョージは、ネビルがやらかした、最悪なこととは、ヒトラーと会談したことだと辛辣に批判した。また、第二次世界大戦中の1940年5月の、諸議員における演説では、チェンバレンに辞職を求めた。彼のこの演説が、 きっかけの一つとなり、チェンバレンは辞職し、チャーチルが首相となった。フランス戦で英仏軍が惨敗した後の1940年5月28日、首相チャーチルから入閣要請を受けたが、断っている。チャーチルとしてはドイツに和平交渉を提案しなければならなくなった場合に、備えて、親独派のロイド・ジョージを入閣させたがっていたと言われる。一方、 ヒトラーの方もイギリス占領後には、親独派のウィンザー公を大いに戻し、また、首相の座には、ロイド・ジョージを据えることを考えていたという。1941年5月には、チャーチル批判を行ったが、同年から、サリー州チャートで、引退生活に入った。1941年1月に妻ママーガレットと、死別し、その2年後の1943年に、 フランセス・スティブンソンと再婚した。1944年になるとラナス・スティム・ドゥイへ移住するが、間もなく、病身となる。1944年12月31日に、ドアイ・フォーのロイド・ジョージ伯爵とグイネズ死爵の爵位を受け、1945年2月から貴族院に移籍したが、同年3月26日に永民した。82歳だった。 1919年に描かれたロイド・ジョージの絵画19世紀の地主貴族支配時代から20世紀の大衆民主主義時代への移行期の代表的な政治家だった。初めて異界人心を極めた庶民の子と呼ばれた。アルフレッド・ジョージ・ガーディナーは1916年にアリア8の生態を研究してきた人々のように、 客観的に距離を置いて大衆の生活を研究してきた人々によって我々の政治は支配されてきた。ブライト、コブデン、チェンバレンでさえ大衆ではなかった。彼らは中産階級に属し貧乏人を偉大なる雇用者の道具として知っていた。ジョージ氏は大衆の場それ自体から出てきた。デモクラシーは彼の中にその声を見つけたし、また、 彼が心に留める限りデモクラシーは彼に忠実だったろうと表している。ロイド・ジョージとウィンストン・チャーチルは第一次世界大戦前の自由党政権で急進派閣僚として社会改良政策を主導した。チャーチルの方は一時大戦後に赤の恐怖から社会改良政策に関心を失っていったが、ロイド・ジョージの方は生涯にわたって 社会改良政策に関心を持ち続けた。ただロイド・ジョージも、チャーチルと同様に、共産主義は嫌っていたという。チャーチルは、ロイド・ジョージについて、言葉や物事の外側を見透かす、独特の底深い直感力を持っていた。おぼろげではあるが、確かに、レンガ作りの壁の向こう側を見抜き、他の人よりも二つ先の野原にいる獲物を、追うようなビジョンを持っていた。と評している。 ロイド・ジョージは、専門知識に乏しいところがあったが、専門家をうまく使って、それを補うのが得意だった。ロイド・ジョージの政務次官だったハドソン・ケアリーは、ロイド・ジョージについて、様々な問題についての知識を全く持たなかった。しばらく経って分かったことだが、彼は、事務手続き上の方にハマった雑務をとても嫌っていた。しかし彼は、天才で、天才ならば、 ほとんどの人が人生に成功するために必要と考えるものを大体なしで済ませることができる。ロイド・ジョージの場合は素早く的確に人間の性質を理解でき、さらにそれが無限の勇気と結合していたところに添付の才能が現れていると評している。ジョン・メイナード・ケインズはロイド・ジョージは何事も根付いていない。彼は空虚であり内容がない。 彼は仲間を利用し、利用される道具であり、同時にその使い手でもある。彼はそう形容されるようにプリズムであり、光線を集めて屈折させ、もし多くの方向から光線が入るなら最も美しく輝くと評している。戦争を嫌っていたが、対戦中の1916年には、労働者代表に対して、一発戦争となれば、成功する見込みがないとしても、 不屈にやり遂げなければならないと語っている。雄弁家として知られた。フランスのクレマンソーの演説が通列、嫌み、アメリカのウィルソンの演説が説教臭かったのに対して、ロイド・ジョージの演説はウィットに飛んで、親しげだった。演説のコツについて、ロイド・ジョージは、ちょっと間を置き、人々に手を伸ばし、私の方に引きつける。あたかも子供のように、幼子のようにと語っている。 また、アドルフ・ヒトラーは、我が闘争第2巻において、演説の天才と評している。ゴルフ好きであり、生涯を通じて、ウォルトン・ヒース GC の会員だった。しかしゴルフの腕前は高くなかったらしく、スコア100を切るのに、四苦八苦し、ハンディも20を切ることはなかった。しかしドライバーショットをまっすぐ飛ばすことは得意であり、コーチのジェームズ・ブライドは、 ドライバーに限って申し上げますと、閣下の腕はプロ並みですねと述べたという。ゴルフの上手い下手について、ロイド・ジョージは、ハンディ30の人は、ゴルフをおろそかにする。ハンディ20の人は、家庭をおろそかにする。ハンディ10の人は、仕事をおろそかにする。ハンディ5以下の人は、すべてをおろそかにする。幸いなるかな。ダッファー諸君、君は誰よりも多く歩き、 誰よりも多く打つ幸運に恵まれているという言葉を残している。ロイド・ジョージの研究は3期に分けることができる。最初は第一次世界大戦終結までであり、この頃には貧乏人から首相にまで登り詰めた男として徹底的に美化されていた。ハーバート・デュパルクの伝記、フランク・ディルノットの著作がその典型である。 しかし一時大戦後に一転して偏見に彩られた批判的な著作が急増した。1930年のチャールズ・マレットの著作、1939年のバトキン・デイビスの伝記、長男・リチャードの著作、マコーミックの研究などがその典型である。今日の研究では、この時期に広められた批判的評価の多くが事実に基づかない偏見であることが、 明らかになっている。偏見が広まったのはアスキス派が、ロイド・ジョージの悪口を広めていたこと、ロイド・ジョージの金銭面や女性面での続説が出回っていたことが原因と考えられる。しかし1960年代から再評価が始まった。 当時の政府文書の大部分や、ロイド・ジョージの個人文書の一部が公開されたことで、彼のことをより深く研究できるようになったためである。これらの資料を前提とした、新研究により従来の悪評が偏見だったことが、明らかになってきたのである。特に大きかったのはこれまで、ロイド・ジョージは、宮廷陰謀を企んで、アスキスを失脚させて取って変わったと考えられて、いたのが、 実際には、ロイド・ジョージはアスキスを首相のままにして、その上で、能率的な戦争遂行体制を作ろうと、努力していたのにむしろアスキスがそれを拒否したという、事実が判明したことだった。また、貴族称号の売買など金銭面の貪欲さについても、そうやって集めたお金の多くを、ロイド・ジョージは自由党の選挙資金。 あるいは彼の政策研究のために使用しており、彼の私生活自体は極めて質素だったことから、尻死浴でやっていたわけではないと擁護されるようになった。彼は多面的な政治家であり、統一した理解が難しいと言われる。例えば、防和戦争の時は、完全平和主義者のように見えるが、茶なく危機ではむしろ好戦的に見える。大倉大臣の時は、 民主主義のリーダーのようだったが、首相になると独裁者のように見えることなどである。従って一言で規定することは、困難な政治家であり、ロバートスカリーは、社会帝国主義、ケネス・モーガンは、農村求進派、ジョージ・ダンガース・フィールドは、卓越したデマゴーグ、ステファン・コスは、プラグマティズムなど歴史家ごとに、核人バラバラに定義している。五歳のフランセス・スティーブンソン。 1888年に地元の名士の娘、マーガレット・ウェンと結婚し、彼女との間に以下のご死を設けた。ロイド・ジョージはしばしば浮気し、マーガレットも一時は腹に据えかねて別居した。公然と愛人と同性生活を送ったイギリス首相はグラフトン公爵以来と言われる。 後に妻と同居に戻ったものの、ロイド・ジョージの浮気癖は抜けず、1919年からは末娘の家庭教師だったフランセス・スティーブンソンと愛人関係になった。フランセスはロイド・ジョージの秘書を30年にわたって務めた。ロイド・ジョージは1941年にマーガレットと死別し、1943年に彼女と再婚している。ありがとうございます。